ポチ。はい、始まりました。はい、始まりた。どうも皆さん、こんばんは。あか、嘘だろ。泣いて。ちょっと寝ようぜ。いきなり。なんじゃそりゃ。赤髪クラフトらしいっちゃらしいが、ポチ。入ってくんじゃないかな。おやすみーちゃん。おやすみ。よいしょ。よいしょ。入ってくんだよ。ちょっとお待ちくださいね。よいしょ。ほ。よいしょ。OK。始まった？大丈夫ね。向いてる向いてる。いるっちゃいるのか。出ますね。生卵でも投げとくか。ほい。ほい。おー、いい偏差、いい偏差。あー、欲しいね。大丈夫か、初めて。皆さん、今、ぐだってる間に、BGM と赤髪の友の声、そして通話音量、何か不具合があったら教えてください。どうぞ。大丈夫かな？こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、じゃあやっていきましょう。じゃあ。たた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 。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。赤髪んクラフトです、どうも。ペコペコペコ。はい、ペコペコ。今日はですね、9時、ちょっといつもより早いんで始まるのが、だんだんと愉快な仲間たち集まってくるかと思います。多分来れないっていう連絡がないので、多分全員集まるんじゃないかなとは思います。お品書きはまず最初にウィザースケルトンの頭を今日は手に入れるのと、次に秋の15分建築をやりたいと思います。ただね、これは鳥ちゃんとアイクさんに関してはもうすでに生活サーバーの方で建築が終わってるので、残ったメンバーでやりたいと思いますので、今ソーラさんしかいないんだけど、残ったメンバーの皆さんは何を作るか考えながらやっていってください。俺ら妨害チームね、はい、妨害でもいいよ。破壊工作はやめてね。妨害工作、妨害工作は破壊工作じゃなきゃダメです。ん、破壊工作はダメです。はい。っていうことで、よいしょ、ちょっと待ってね。よいしょ。で、愉快な仲間たちは後から集まる。そして、あと、あ、そうか。あと、鳥ちゃん視点もね、配信されてるみたいなんで、気になる人は、はい、鳥ちゃん視点も見てください。アイクさん視点もあるってこと？え？ないですよ。アイクさん視点はないそうです。アイクさん視点は、テレパシーを感じ取れる人だけ、ブロードキャスト中ですね。あ、なるほどね。テレパシー見える人だけ、見える人だけには見えます。放送派受信してる、ね、人だけ。ちょっとこれあれ、川どこに入れるのこれ。どこ、規模がでかすぎて、ね、こっちですか。あ、ありがとうありがとう。アイクさんちは何でもわかるか。お母さん的立ちだから。お母さん何でも知ってるからね。お母さんどこにでも知ってるからね。しまったものの位置どこにでも。あとはこれが溶鉱炉で、これが燻製器に。あ、俺ご飯ないわ。石炭石炭。俺肉そこ26枚取ってきたから。あ、溶岩あった。溶岩持ってない。ご飯ボックスどこ？こっちにあるじゃん。あ、まあ、ご飯ボックス使ってもいいのか。あったわ。よいしょ。卵バケツ。オッケー。持ち物は何？持ち物は、うん、自由。もう今回はこの間の赤髪クラフトと違って自由です。ただ僕はせっかく作ったついでこれを使います。今日ウィザス系倒すからね。よかった。オッケー。シュッシュッシュッと。シュッシュー。はい、私も建物、あ、全然負けたい。アイクさんが建物。いや、アイクさんはだって元からいいの持ってるから。元から。そう。そうなのよ。ちょっと俺肉焼くわ。これ、あの、小麦もらおう。肉欲しい人取ってっていいからね。この炎燃えてるの。あ、俺初めて燻製器が燃えてるところ見たかも。いや、それは嘘じゃない。いや、本当だって新拠点にありますよ、燻製器。あ、こういう風に燃えるんだ。うん、早いな、やっぱ燻製器は。燻製器溶鉱炉早いですね。これ倍の速さっつった？倍なんですかね。あ、そう。どうなんだろう、わかんない。倍なんじゃない。よし、あ、そうだね、コメントの方ではそう、赤髪クラフトでウィザスケの頭集めって言ったらソーラさんが苦戦したっていうことでちょっと話題になってるんですけど、今回は生配信ですからね。今回は生配信なんで、もうソラさん限界だって言えば俺に一言で作れたら俺は正々堂々とコマンド打つから。正々堂々ね。はい。スラッシュギブソーラ。さっきからソーラさん、はい、クリーはダメってみんなコメント言ってたんですね。そう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 。いや、本人が忘れてたんかい。ソラさん忘れるからすぐ。
都合の悪いことはね、忘れるのよ。そうよ、できてますから、ね、俺もそうよ、うん、今回は不正なしで。不正はないよね。不正だとしても我々は不正だと思ってないわけだから、不正はない。怖いな、その基準。不正だと思ってないから、正々堂々と不正をします。褒める人がいなくなっちゃうから。確かに、ね、なんかユキさん目が変。ユキさん目が変ですよ。あ、ねえねえ、そういうことか。あ、ツーフェイスで、これツーフェイスです。なんかバードスキンが寂しいという声をいただいたので、最近。あ、なるほどね、トゥーフェイス。最近見てない。あ、ちなみに鳥ちゃんの赤髪ぬいぐるみはね、ヒューマンフォルムで依頼出しております。なるほど、はい、あ、そうなんだ。OK ですか。大丈夫です。じゃあ僕個人でちょっと、じゃあバード出しますわ。あ、それはバードは、それは、はい、勝手にやってください。どうぞ。何でもご勝手にバードしますわ、はい、ご勝手にやってください。それに着せられる着ぐるみにしたらいいんじゃないの。あ、上から、ね、リバーシブル。いや、リバーちょっと気持ち悪いぞ、それ、ね、リバーシブルって。なんかポケモンのぬいぐるみでこう裏返すとモンスターボールにゃみたいなぬいぐるみがあったんで。限界いくらかかると思ってるの、それ。確かに、さあ、俺だけちょっと高くなるかも。じゃあ行きますよ。あ、スパチャもいただいてますね、はい、スパチャありがとうございます。最後に読み上げさせていただきます。じゃあ行きましょう。鳥ちゃんがね、あのウィザースケの頭の場所知ってるらしいんで。頭の場所は知らんけど、あ、頭が取れるだろう場所を知ってますんでね。はいはいはい。ちょっと。お、いいよ、行って、ついていくよ。ついてこれるかな。うん。よいしょ、よいしょ。そんな早くは動かないでしょ、だって、人同士なら。険しいですから。ここのみで、あの、火炎耐性のポーションとか持ってってもいいかもしれないですね。なるほど、なるほど、なるほど。芯がない人は、ここの。いいね、いいね、いいね、いいね。新着メッセージ、あ、3回ですか、どうぞーと。はい、あ、スパチャありがとうね。ちょっと今会話に集中するので、皆さんのスパチャちょっと読み上げられませんが、じゃあ俺2つくらいもらおう、あとで、ちゃんと読み上げさせて。ただちょっとごめんなさい、ボルシチさんだけに関しては今触れておくか。ちょっと2万円はもう今年分いただいたんで、ありがとうございます。本当にすいません。何、あゆきさんの放送であげて。ありがとうございます。あゆき、ボンバチャミンさん。チャミンが来たー。大丈夫ですか。何とも言わないけど大丈夫ですか。ごめん、全然いけなくてごめんなさい。いや、それはいいんだけど。いや、いいんですよ、元気ならいいんですよ。それ怪我の具合は大丈夫かい。うん、そうだね、まあ、ちょっとまだ長時間座ってるのはきついから。はいはいはい、あれやけど、休み休みで、まあ、そう、途中で落ちたくなったらもう落ちてください。はい、ね、はい、どうぞ。久々のマイクラすぎて、どこに来るんだ、チャミさん。どこだろうな、チャミさんは。そうだ、そうだ、なんだっけ、うん、当てようぜ。1.17 は来てない。新拠点の方じゃない。新拠点、そうだ、誕生日ケーキ食べたところだ。そうそう、あ、じゃあ新拠点か。新拠点だ、うん、迎えに行くか。迎えに行くか、じゃあなあ、迎えに行くぜ。どこだどこだどこだ。上だ上だ。上じゃなくね。上、上ですよ。あれ、そっち。え、あ、ここか。あ、ご失礼失礼失礼、忘れてた、俺下だと思ってた。おい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 、早く船出して。うわー、ライトスピード。ふー、嘘、このスピードで乗、あ、乗れた。今奪って先に行ってやろうとしたのに乗りやがって。乗ってますよ。乗ってますか。はい、ソーラさんと船乗ってます。これ何、何、レルムズだから最新のやれば OK。 了解。あ、早いね、これ。これで5000マス移動したんでしょ、今ので。現実世界だったら5000ぐらいですね、うん、大体。早いね、本当に。えっ、おいおい、何した。やばい、うわ、今モブが全部見えた。ウラウパルパークは、あ、鳥ちゃんそこ見てたんだ。そうです、そうです。俺、落ちました。これやったな。これやったでしょ、これ黒いの。ソーラ、ソーラさんじゃない、これ。え、これ元から？これ私が欲しいしね、後で全部削っとこう。あ、これ鳥ちゃんがやった？え、でもこれ、え、これ直したよね。いや、登りづらいから削っただけです。あ、直したのか、そういうことね。うん、あ、それをさっきやってた。1トンぐらいして。いや、別にいいよ。俺もやってたし、床を全部どうにしようかなと思って。あ、そういうことね。あ、来た来た来た。あ、いたいたいた。着いた。ズミいた。チース。あ、
チャオ。こっそりあの、ヨピさんが引いたあのレンガ剥がしとこう。なんで剥がすの？こっそり背景はたくさんあるのに。素材だから。人の置いたものは素材だから。素材集めって言ったら置いたものを剥がすから、ソーラさんは。ソーラさんから1万マスは距離取って。みんな、取られるよ、書店全部。今度発注来るよ。そこから私のところまで高速移動お願いしますって。まあ、それなりの報酬いただければね、考えますね。チャミキはね、ウィザースケルトンの頭を集めに行きますんで。へい、わかりました。はい、じゃあまた移動すんのか。はい、こっちです。そうです、戻ります。はい、戻ります。装備とか、あ、じゃあさ、丸腰ですけど、今、大丈夫ですか？鉄のやつぐらいは渡せるっしょ、拠点に行けば。うんうん。と、拠点で、ん？え？なんだこれ、あ、なんだここ、これネザーゲートって言うんですか、じゃあこれ、うん、ネザーゲートは知ってるだろなにこれ 1.1 なので新しくできたネザーゲートです。あ、そうだ、またボート取らないと。じゃあちょっと鳥ちゃん案内しちゃってよ、チャミを。でもね、あ、旧拠点戻る感じですか？途中なんですよね、あの要塞は。あ、でも装備整えるから一回旧拠点。あ、じゃあ一回戻りますか、うん、どうぞ、じゃあ後ろ。アイクさん乗って。はーい、行ってました。行って行って。どうぞ、じゃあ二人で行って、アイクさんとその腹黒ペアで行ってください。また？これ見て。ライブ配信始まってから10分経ってる。え、これ鳥ちゃん前進んでんの？進んでるんですよ、これは。早すぎてだよ、それ、そう。みんな言うな、それ。うん。着きましたよ。後ろへ進んでるよ。なんかさ、逆走してる、そう。早すぎてなんだよな。おい。わけわからん。あざっす。どこ行っちゃった？で、現世の、あの、いつもの前の拠点に帰る。これで、地図10枚分ぐらいの移動をしてると。はぁ！あ、びっくりした。落ちたかと思った。横繋がってんのよね。俺も今知った。エクさんの後ろついてる。誰だ、ここ閉じたの。あ、俺だ。俺が閉じた、それ。この時。なんとなく閉まってたら閉じたくなってしまうんでな。はぁ、あ。なんかここが落ち着くぜ。いや、わかる。わかる。わかる、それ、ほんと。めっちゃわかる、それに関しては。ここ、なんだかんだ、多分3年くらい遊んでるかな。相当やってますよね。やってる。うん。ちなみにですよ。はい。ちなみに、だいたい月に1回やってるこの生ガミンクラフト、この9月で2周年でございます。ちょうど。わお。2年もやってんの、ここ。やっております。パチ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 。パチ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 。初回はなんと赤髪の友が40分遅刻するというとんでもないところから始まりまして。あったな、そんなこと。謝罪に次ぐ謝罪。すごいよね、本当に。忙しかったんでしょう、疲れてたんでしょう。いやだから。疲れさんさんですね。じゃあ、あれ確か配信ソフトが動かなくなったんだ。あ、そうでしたっけ。そう。そうなのよね、40分の近くから2年かって言ってる。もうそんな経つのかと、視聴者の皆さんも忘れられない出来事となってしまいました。覚えてんだ。なってしまいました。ジャミンにあれ作ってやろうで、鉄のやつ。鉄のさ、さすがにネザーはね、防具ないと多分。じゃあ鳥ちゃんツール作って、俺鎧作っとく。石の剣ぐらいしかねえっすね。石の剣とか本当に生クラも生クラや。生クラだ。生クラ、本当に。できた。ちなみにここに吐くよ。はい。ほい、ほい、ほい、ほい。あ、はい。あ、こんなにくれるの。いや、だって、あと、盾も必要かな、これ。あれ何、ブレイズの攻撃って盾防げないよね、あれ、燃えてるから。どうだろう。一応、作ったけど。どうなんだろう。はい、やっちゃいます。あ、2周目ね、おめでとうございます。スパちゃんもありがとうございます。ありがとう。あれ？ん？盾？盾。あ、来た。一式。一応の盾。さっす。いいえ。よし。鉄の原石とか持ってるけど。しまっちゃえば？誰がいつか。ないか。鉄はここですね。ここ。ここ。やべえ、完全に浦島太郎さん状態。いや、じゃあ俺もこれわかんねえ。これ毎回前も、俺アイクさんに聞くもん、これどこって。
ご飯はあるし、チェストがありすぎて探すのが大変。大変だけど、うん、整理整頓はされているって感じだね。うん、まあ、小児科なるっしょ。なるなるなる。じゃあ行こうぜ。金装備は大丈夫ですか？金装備なんてしてネザー行くマインクラフターいないから。本当にね。本当に。田舎者だから金装備してネザー行く人は。見てろ、シティ派の攻略をするから。え、何？金装備。うん、だから今。金装備、ね、今リーダーの話聞いてたね。何何、全然聞いてないかも。顔潰すよね。顔潰す。顔に泥を塗るよね。顔潰すね。どこだい？さっきの鉄道の途中なんですけど。オッケー。途中下車できんの？あれ早くて。まあ、歩く？その人次第。右側に、あれ変なとこ行っちゃった。あ、でもこれあれじゃない、このまま行けばマリオ的な移動できんじゃない、これ。ほら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 、あ、いけるそれ。あ、いけるいけるいける。あー、なんかタイミングが、タイミングが難しい。ほら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 、遅いのか早いのか。なんでみんな早く走れるん？あのね、タコタコタコジャンプしながら走って。スペース連打だな。うん、おら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 、これリズム、これ絶対歩いた方が早い気がする。歩いた方が早い。ストップ。コツがわからん。あ、ここストップ。あ、わかりやすく機能。ここをさっきロケハンしてきた。おお、ここだそうです。あ、シャミいる？こんなとこよね。あ、いいよ、あずさんごめんね、どうぞ行っていいよ。はい、ここです。これずっと走った方が早いもん。よいしょ。おい、ロケハンした？本当にここ。したんですか？びっくりするぐらい。おい、悪いね、悪いね。忘れた。悪いね、悪いね。悪いね、悪いね。あれ？なんでここからセルフになるの、急に。なくなっちゃった。最後、ワトさんの足場にしよう。ほら、これ最後、ワトさんの足場。あ、最後。いいね。でで、どこだっけな。どこだ。どっか見渡すともう見えるはず。おいて、なんだこいつ。向こうじゃん。どこ。いけないいけない。あ、いたいた。見たことない。やれやれ。これあれです。豚です。豚？豚。え？あれ？うん、ゾンビピックマンがいなくなってピグリンっていうのになったんだよね、新しく。あら、ゾンビピックマン、いるっちゃいるんだけど、リストラされちゃったの？いるっちゃいるんだけど、名前が名前が変わって、え、でもなんか見た目も変わっちゃったね。そう、見た目もね、ちょっと変わった。金を持ってないと襲ってくるようになったっていう、ちょっと厄介な仕様ですね。あ、そうなんだ。そうそうそう。みんな初めて。初めてなんだね。嘘でしょ。なんで初めてなんだ。うわ、もうブレイズいるじゃん。ブレイズは用ないんだよね、今日。あれ、どこだ？ウィザースケ。ウィザースケだから。車線切れるとこ行きたいっすよ、ね。そうだね。ちょっと待って。あ、いた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 。ここと。いるよ、した。もういた？オッケー。棒立ち。倒していいよ。見てる。どこにいる？あ、いた。行くね。ずいぶん行くね。あ、いたいた、ほんとだ。あ、クミだ。俺の視点から見るとクミだわ、あれ。あ、そこにフレイズの。うわ、ちょっと横ぶっ壊しちゃっていいんじゃないですか、これ。何？え、何？あー、撃たれた撃たれた。そういうことか、エクサラ。言ってよ。俺見てなかったそっち。なんで土積んでるのかと思った、今。ナイスー。倒したナイスー。ないな、ブロック忘れちゃった。頭出なかった？出ない。オッケー。まあ、そう簡単に出られても困りますけどね。まあね、確かに。終わっちゃうから、ライブ。愉快な仲間たちがせっかく集まってくるから。道しるべだけ。あの人が来るよ。何？今日は何？何起動すればいい？の人来るから。ダンジョンズ。来るから。何起動すればいい？おじさんが来るから。じゃあここら辺3回すればいい？クミソン。あ、クミソンが来た。クミさん、こんばんは。今日はチャミンちゃんがいるよ。そうだよ、クミさんの好きな。久しぶりでございます。クミさんがずっとチャミンちゃん、チャミンちゃんってね。え、そうなの？うん、うん、美味しがってた。そう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 。すいません、なかなか来れなくて。いいね、忙しいから。そういうとこだから。クミさんなんて来ても動かないんだから。動いてるでしょ。来ても動かなかった。首から上、首から上。体も動かして。クミさん、クミさん移動しねえんだもん。
でもごめんなさい、でもクミさんこの間頑張ってた、ワクチン打って筋肉痛の腕でマウス持ってゆっくりだった、あれ絶対絶対あれちょっと怪しかったですけど、ね、怪しかったあれは、うん、うなずきがすごいゆっくりだった、怪しかった、演技力が光っていた、うん、演技であれ、ジャンジャンって言ってるコメント欄で、あんま明るくしない、これはネザーは松明とその隣接したところに湧かなくなる、明るさが12ぐらいまでは湧いちゃう気がするんですけど、ネザーはシビアに、ね、だから感覚狭めると多分湧かなくなっちゃうんですね、あつな、な、な、あそこからって全部トモさんに当たるやん、それどれどこ上っすね、あの左側、右側、右側の上、うう、左上、これヒカキンさんが俺に炎出してるとかないよね、裏でみんな結託してないよね大丈夫だよ、いやそれはどうかな、大丈夫だよ、その中でトモさんしかいねえから、そのまあ、そうなのであれば1000万人おめでとうおめでとうございます、いろんなニュースになってましたね、ニュースになっちゃうんだからすごいよ、本当に、うん、そんな人たちもいずれそうなるんだろうな、1000万、だって日本の人口の約10分の1でもない、ガストな音がしてる、いる、ここにガストが、ガストがいるよ、あ、いた、本当だ、ガストとかビザスケって出ないんだね、なかなか、いるときいるんすけどね、バカみたいにいるよね、うん、いるいる、そうそうそう、でも夜中の2時まで、いやもうそれはだってソーラさんがコマンド打つでしょいやもう、うん、もうソーラさんに、ね、ソーラさんお願いします、コマンド打ってもらうよギブコマンド、うん、スラッシュギブソーラウィザースケルトンスカル64エンターでお願いします、出しすぎ出しすぎ出しすぎ、ワンスタックです、とりあえずワンスタックみたいなアイキさん、この火球にトライデント投げると火球跳ね返る当たればかっこいい、それその話聞いて、俺今頭の中でミートボールにフォーク刺してるところ思いついた、どういうこと、食べてミートボール食べて、どういうことな、クミ来たんか、さっき言ったガストいなくなっちゃった、あれクミさん今入ってきたよ、クミさん来ました、クミさん来ましたが、ごめんなさい、クミさんとか他のメンバーさんはすいません、皆さんテレポしないと多分ここ来れないと今思うので、便宜上ダークリパルサー使ってよいか、ナイス、ダークリパルサーがなんだかよくわからないけど強い剣は使っていいよ、クミさん、ちょっと TP させてください、すいません、はい、クミさん来て、来たね、イエイクミさん、お、燃えてる、イエイイエイクミさん久しぶり、燃えてるトライデント、おめでとうクミさんクミさん、イエイイエイイエイもうずいぶん元気いいじゃん、今日はすごいうなずき方、あっついた、なんで俺ニコルシアさんやってるだろ、ヒカキンさんこれなんで俺ねえ、必ずトモさんに当たるね、マジでいるでしょこれ、ヒカキンさんか、ヒカキンさんか、誰かデカキンさんか、ブンハロイちゃん1回だからね、彼はやっつけた、やっつけた、オッケー、わかねえな、ロット今日いっぱい出た、ナイスロット、あ、いいね、ロットてか狭くない、うん、そんなことないか、これそのさ、あのブロックに松明刺さってるのは何、あれはブロックに松明が刺さってるんですよ、意味を聞いている返すから、ビザースレッド返すからね、そのまま非常に返事返したけどこの妖精なんかちょっとちっちゃめ、ちっちゃいか埋まってるのかな、どっか、ヒカキンさんが来るからお急ぎで作った仕掛け人は誰になるのそれはねあ、ガストのディアーだ、いいじゃない、全然いないね、全然いない、なして、あれ高速トンネル、新しく探すっても大変だ、あれ高速トンネル、あ、そうトンネルだね、あれは、あそこをずっとシフトをしてね、繋げたわけ、さあ大変だわ、なるほど、頭出ないどころかウィザスケがいねえってか、なんかあれ、なんか出る方法ってあればいいね、ゾンビピグリン間引きます、あーその説ないですか、そういうこと、こいつ戦いを挑んじゃう、スポーンがこっちに取られてるってこと、びっくりした、クミさんだった、でも割とあれじゃないあ、確かにクミさんとウィザスあれ一緒だから、ね、一匹喧嘩打って一回離れるかっすよね、あんま近すぎても、じゃあ救護所作る、救護所、救護所、さっき出たところってどこだっけ、
この辺が休憩場所。ここ暗いとこ見てたよね。いるところ端っこだけど、ここら辺、うん、ここら辺が遺跡の端っこだから、え、続いてる、いいんじゃない、よいしょ。暗っ、暗い、松明ないと見てる人が大変だろう。あ、繋がってない、そうなんだよね、暗いと見てる人大変なのよね。そうなんですよね、申し訳ない、見てる人。確かに松明置くことでちょっとだけ脇が減るから出づらくはなるかと思うんだけど、まあ見やすさ重視で、ちょっと明るさを上げちゃえばいいのかしら。こっちか、こっちを明るさをプラスプラス、眩しくない程度にちょっと、あれこんなとこ来てないの、ちょっと眩しくない、おい、びっくりした、一方こう広がってます、あ、広がってるね、うん、あ、広がってるところ出た、3つ出しちゃおう、結構広がって、うん、出しちゃおうは、あんまり縁起が良くない。何がですか、そらってるよ、それは。そらってるな。出しちゃう、ドロップのことですよ。あの頃俺、コマンドが分かんなかったからな。ソーラさんぐらいしかコマンドよく分かってなかったもんね。まあ、今ほどなかったんじゃないですかね、コマンド。まあ、種類もないよね、あの頃は。いないねー。いないなぁ。いねーなー。どうだ、これ。あれ、よ、来てちゃった、ね、湧くと思うけどな、ですね、うわー、びっくりした、僕だよないね、皆さんがどこ行ったか分かんなくなった、みんなもう3回してる、うん、私とアイツさん一緒よ、一緒にいる人もいるらしい、うん、IT ぐらいな、この何、このタイマーたどっていけばいいわけ、よいしょ、最近ライブ見れてなかった。はい。いらっしゃい。見てくれてありがとう。はい。キルモリだ。ひどいね。よいしょ。いないね。何かが湧いた音がした。あ、ウィザーじゃねえか。これ。キーンっつったよ。エンダーマンが来ちゃった。マビク？父さんの発見。なんで遺跡から出るんだ、遺跡から出るな、ピピピピピピピ。あっちにほら遺跡があるから、あっちに行こうかな。いいよ。ここ危ない危ない危ない。ここ屋根の上とかに湧いたりしてんのかな。待って、最初一番最初に来たとこでよく見たら。確かに、ちょっとこれもう壊しちゃうわ、スポーンいらないから。危ない。俺が燃える。屋根の上とかも湧くのかな。湧くんじゃないですか。ちょっと見てみますわ。これあれか、さっきアイクさんが張った土の壁のところだ。ああ、そうだ、ここが入り口だわ、ソーラさん。俺がいきなり燃えたところだ、うん、え、マジでないじゃん。ちょっとちょっと、え、なんでウィザーが出なくなる、前欲しい時にいなくて、そうだね、あ、欲しい時にいなくて、なんでもない時に出てくるっつうね、ほんとそう。こことか掘ったらつながってんのかな。あ、つながってる。つながってない。嘘。あ、つながっ。ほら、つながってない。いきなり折れちゃった。よいしょよいしょ。ん？お、つながったここ。誰が頭出すのかとみんなコメント欄でワクワクしております。まあ、ドロップ増加ちょっとついちゃってるけどな、俺申し訳ないけど。あ、ドロップ増加はいいかもね、見つけたらとりあえず呼んで倒してもらえばいいんだね。まあでもそんな少し変わんないけどね。いや、おびっくりしたー。殺気を消して立たないでくれよ。よいしょ。うん、ないね。やっぱじゃああっちか。あれ、クビさんも全然いねえな。え、マジでいねえが。危な。一箇所に集まってみるかい。集まってみるかい。うん。そうすればプレイヤーの24範囲あ、わかなくなるんだよね。だから一箇所に集まるっていうのがいいかも。どこだみんな。私なんか広場じゃないけど。広場、おバースデーさんだ。
さっきみんな先にバスティンさん参加したところに多分いる。戻るね。おう。あ、ID は見える。クミさんはいた。こんなとこにいたのかな。あ、いたいた。鳥ちゃんいた。クミさんいた。あと、チャミントソーラさんだ。え、そこ、ね、どこ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  ID 見えないかな。あー何あーなんだ、マグマ来た。何何何だ、助けに行くぞ。マグマキューブに襲われた。どこだ、下落ちちゃった。かなあ、すんかな。結構広いよ、ここ。あれ今誰かいた気がする、そこに。あ、マグマキューブだった。あ、じゃああのマグマキューブじゃない、チャミンが襲われたって言ったの。そういうことか。あ、いた。あ、チャミンいた。チャミン発見。あ、ほんとだ。いたいたいた。あ、おいおいおい、いた。ソーラはなんか上の方にみんないる？上の方かな。いや、ソーラさん見に行く。あ、いるな。あ、見る？マグマの、あれ、エンダーマンの目だよ、あれ。違いますよ。あ、違くて。あ、そうなの。じゃ、ソーラの ID ピンク色だから言ってる。なあ、そんな間違えるわけないじゃないですか。よし、集まった。バースデーさん、通話には来てない？来てないですね、まだ。ないね、オーケー。ここら辺にいる？何もなかった。たまにこれで向こうに通路があるやつがあったりする。ないか。ないね。ない。キンキン言ってる。多分トライデント投げてる。ああ、ここでじゃあちょっと時間を潰します。 1,2 分。松明取った方がいいっていうコメントがあるけど、松明関係してる？そんな密になってなければすぐわけどね、ネザーは。そんなに全然刺してはないけど、まあそもそも湧きづらいんじゃないかなって印象。よいしょ。ナイス。あ、ちっちゃくなったな。難しくなったよ。さらにちっちゃくなった。あ、どうした？他のモブが多いかもしんない。あー、なるほどね。それは。倒すか、俺が全員。いいじゃん。それ、ブーちゃん間違えて刺した場合って、周り一斉に来るよね、きっと。その攻撃した人だけなのかな、さすがに。あ、多分それは、いや、わからん。トライデントって結構、なんか流れるように戻ってくるんだね。いいですね。ピグリンを攻撃してもゾンビピグリンは怒んないんだ。怒んないですね。ゾンビピグリンに対して怒るのかな。だから俺がこいつを攻撃したら、いや、結構みんな寄ってきますよ。うわ、怖っ。やるか。いいよ。うん。おぉ、やったやったやった。うわ、すげえ集まってくる、すげえ集まってくる。ウェーブ1。ウェーブ1。エンドレスウェーブ1。外れた。うまい。一方方向に詰めるのはうまい。後ろは来てない、大丈夫。あの、ちっこいのがね。早いね。あー、一匹追加です。ありがとうございます。上手上手上手。でも、タフだね。ゾンビピックリン。全然。あ、でも強い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 。おー、刺さり始めた、刺さり始めた。うまい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 。チビチビチビ。うまい、オッケー。あー、一匹追加一匹追加。ウェーブ2。ウェーブ2。めっちゃ金稼げるよ。ウェーブ2、グロソの上。グロソの上？あ、あ、あ、何？なんだ？ブレイズが来た。これで湧くかな。俺、飛び道具持ってないんだよね。なんか念を置くとくわ。呪いを。ぬぬぬ飛び道具じゃないですか、立派な。ぬぬ、おお、アイクさんの飛び道具で倒してくれた。飛び道具弱えな。湧くかな、湧くかな、湧くかな。すごい。よいしょ。あ、ウィザースケは真っ暗に近くないといけないってことなんだ。じゃあ、真っ暗ルームをむしろ作った方がいいんじゃないか。そういうことなんだ。抜いて歩く？抜いて歩くの意味あるかもってコメントも来てるね。まあ。やるだけのことあるんじゃない？やってみっか。もう一生俺寝ずから出られなかった。確かに鳥ちゃん結構ね、周りのあのゾンビピッグリンの動きが結構慌ただしいです。マジ？うん。
鳥ちゃんに向かって一直線に来るから溶岩に結構落ちているところもいます。外した後ろ。じゃあ鳥ちゃんにそこ戦ってもらわれつつ我々は松明抜きに行こう。耐久なんだよ。はい、こいつは無条件で襲ってくるやつじゃないか。ほらほら、松明抜き抜き、ピシピシ。あそこめっちゃ俺のことターゲットんだ、あの辺。よいしょ、ピシピシ、ふんふんふん、来たな。オッケーオッケー、めっちゃ来るやめっちゃ来るや。びっくりした。あ、金だ。わあ、ウェブ2来たなこれ。頑張れー、頑張れ。なんか金持ちになった気分、なんかこう人と人とかデスゲーム繰り広げてる。やべやべ、サイコパスなやつだわ。グミさん、あ、金持ち来た。ゲスな金持ち。うわ待って、ガストもいるよ真上に。あなたたち、そいそいそい、どこだガスト。あ、帰ってた帰ってた、真後ろ真後ろ、トモさんたち。あー、後ろ後ろ後ろ、ガストね、撃ってこねんだよな最近。別にもいる、撃ってこねえ、全然撃ってこない。ほら、まあ撃ってんのヒカキンさんだから。あっと、あれヒカキンさんなのか。やばいやばい、どんどん来るどんどん来る。いないな。ブレイズのスポーナーがあったら潰した方がいいですよと。そっちに脇が取られるって。なるほどね、なるほど、潰せ潰したね、潰せ、いいよ、いい潰しだと思うよ。終わんねえ終わんねえ。あとは豚が豚を呼ぶ十字路とかは広げると脇の層も広がるそうです。なるほどね、なるほど。怖あの声。じゃあ十字路に立ってる松明も取った方がいい。十字路は取った方がいいんじゃないかな。了解。あ、そうなの。じゃあ道しるべもみんな取っちゃうね。道しるべ取っちゃっていいです。はい、なんか土ブロックを重ってっから、それで目印になんないかしら。よいしょ、次。よし、もういいな、飽きたな。まあ飽きた。じゃああれじゃない、ちょっと減らしてくれたから散ったわけなのか。こっちに行ってきた。うん、こっちもない。ここだ。オッケー、うん、マジでいねえな、ウィザーが。救急車通りまーす。珍しい。あ、いたいた、鳥ちゃん、いるいる、鳥ちゃんと同じ、サンジの方向。ほんとだ、湧いた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 。ミラマチだ、ミラマチだ。あれ来た来た、ほんとだ、同キャラ対決、同キャラ対決。うちらすっげえキョロキョロしてる。おいー、今落ちたんだよね。なんか今落ちなかった？偽物が残った。いや、本物なんだよな。本物だった。落ちた。よっと今にらみつけてよ。落ちた？あ、落ちてないんだ。落ちてない。さすがにか。グミの帰ってこない。いやでも意味あ、意味あった。方がいいかなこれ。意味あった意味あった。うわあ。みんなどこにいるっけな。こいつせ。いないね。よいしょ。よいしょ。いてててて。よいしょ。よいしょ。よいしょ。オッケー。落ち着いたかな。来なくなった。うん、あ、スケルトンも開いてるな。結構いろいろ湧くようになった感じ。あ、やべ。見つかっちゃった。スケルトンも開いてます？スケルトンも開いてる。あ、やべ、ちょっと逃げる。ヒーン、誰か男の人来てあれ、ヒーン、いるやん、ヒーン。そこの人に、そこの人にターゲットを移して。間違いない、どうぞじゃねえ。道を開けるんじゃねえ。どうぞじゃない。なんどうぞ。ダチョウクラブなの。俺はもうこれ、いくさん発見。今ね、一匹ウィザース系湧いたよ。で、松明も結構取れたね。うん。なんか、トモさんが矢だらけだよ。やーねー。ほんとだ。来いよ。なんかめっちゃ金の剣ゲットした。圧迫してんだよ。ガード。立て。普通の助さんは湧いたけど。切る。あ、だ、誰誰誰。お、いいよ。非常にいいよ。やってけやってけやってけ。うまーい、ナイス。イェーイ。普通のスケルトンだった。普通のスケルトンはね。で、一箇所に集まる。あ、はい。で、子供のピグリンってさ、襲ってこないんだね。闘技場集合。どこ集合？闘技場。闘技場、ここが闘技場だったんだ。闘技場です。はい。俺がチャンピオンだった。来ました。はい、闘技場です。よし。さて、うんうん、
もっと脇効率良くなんないかな。でもさ、2、3分ここで食べてなきゃいけないわけでしょ。食べてなきゃいけない。だって参加しちゃいけないんだよね。そう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 。固まってないと。プレイヤーの資格湧かなくなるから。ちょっとこれをこうやってやるよ。ああ。なんだよ。なんか話せ。クミさん、なんか話して。なんか話して、クミさん。なんか話題。クミさん、なんか話題ちょうだい。それで話広げるから。ちょっと明るくするわ、さすがに。ここだけは。何？ここ、お家作ろう。なんか困ってるの。あ、動かなくなった。今、打ち始めました。なんか打ちます。なんかクミさんから来ます。明るい明るい、いいね。さて、ウマ娘ね。ウマ娘やろ。ああ、そうか、チャーミアやってんのか。うん。ウマ娘が結局何なのかもよく分かってないな、俺。ウマ娘。いや、それはそうだけど。ウマの娘だ。ウマの娘。こっちできた。まさか、ネザー遺跡を拠点にするとは。ウマ娘、視聴者の皆さんはやってるんでしょうか。え、これしてないよ。あんまり課金しちゃダメですよ、皆さん。これまだ目つけられてんな、これ。常識の範囲内で課金してください。嘘、始まった。Web3？ Web3 来た。Web3 ってマイク出たけどな。マイク？ Web3 っていうマイクが確かエルガトから出た。あー、エルガトさんね。マイクなんですか？ USB マイクの中ではかなり普通に音質がいいって言われてる。オーディオインターフェースいらないマイクとしては。お、また増えた。増えた、増えた、増えた、増えた。お、増えた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 。来なくて、なんで落ち着いてたと思ったのにな。ガスト来てない？ガストはちょっとアイクさんに任せるわ。帰ってった。帰った。成田ブライアン最高。ライスシャワーが好きです。みんなやってるね。やってるな、みんな。あれ？カクつき始めたかな？配信大丈夫かな？あ、大丈夫だ。終わったわ。Web3 3匹だけだった。そういや、バステンさんどうしたんだ？確かに。バステンさんサーバーにはいる。会話にはいない。どうしたんだろう？ちょっと。忙しいんじゃない？掃除機とかかけてんじゃない？おーん。掃除機みんな何使ってる？俺なんか。掃除機は？ダイソン。ダイソン、あー、ダイソンっぽい感じするな。そろそろロボット掃除機買おうかなと思って。お、ルンバですか。いや、アンカーから出てるんですよね。出たー、出てるね、アンカー出てるっていうか、てるお、マジナイス。いいよ、アイクさん。どこ？あっち、あっち、ここまっすぐ。アイクさんいた。オッケーオッケーオッケー。どこだ。よし、じゃあ俺がバチッと倒しとく。あ、ウィザースキン2体抱いてる。行きまーす、行きまーす。ほら、いいよ、倒していいよ。俺が倒す。ほらほら、倒した。あ、石炭！これさ、石炭落とすの紛らわしいんだよな。ソラさんやられそうなんだけど、助太刀する必要あるかな、ソラさん。まあ、私ないですよ。つけたあるんで。大丈夫。あ、どうしよう。盾持ってるだけじゃダメですからね。構えてね。構えてね。黒くなっちゃった。あ、大丈夫、治った。大丈夫。びっくりした。頭出た？頭出ない。出ないか。あ、マジか。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、2体、3体。マジか。え、そんなに出た？ 3 体。どこ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 ？違う。違う。あの、違う。ああ、そういうことね。水助け出たのかと思った。クミさんも攻撃したら、クミさんも来ちゃうから。助けてあげようとしてるんですよ、クミさんも。一緒に戦ってくれるのか。そう。クミさん。ピグミンだから、ピグミン。ピグミン。ピグミン。ダイヤ、ダイヤあげると喜びます。何も返しはしません。そうだったの。ピグリンは金で喜ぶ。ピグミンじゃない。ピグミンは、ね、ダイヤです。やっぱ。待って、またヤキさん来たよ。お、お、あー、そういうことね。でも意味あるんじゃない？ウィザース系増えてきた感じするもん。あるかな？あるんじゃないかな？ヤキさん後ろ。オッケー。ナイス？後ろも全部見えてます。いいね。視野360度。また、どんどん上。また来ました。上が、おい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 。あら手が、確実と。あれ、レイドボスだな。あの、グローンストーンの上。おっとー！そっから来んのか、お前ら。ダイレクトじゃん。あ、ほんとだ。上から来てるんだ。トリちゃん、後ろから2体。オッケー、見えてる。上にいるわ、上に。後ろから。
降ってくるね。感染してるかと思ったら上から降ってきたわ。洗ってきたな、グローストーンから。わかりやすいよな、グローストーンのところから来るんだな。入場口が。いいね。武器余ってるよ。よこしなさい。何？金の武器、金の剣が欲しいんじゃね。それだけ倒してれば金の剣出てるだろうってことを言いたいらしい。ああ。はい。3つ。それ合成すれば耐久値回復します。金の剣あるよ。拾いに行った、拾いに行った。襲撃イベント、まず襲撃イベントみたい。水助が湧かないかな。ちょっとそろそろパトロールしてもいいんじゃないですか。パトロールしてくるわ。うん。ちょっと広範囲にパトロールして戻ってこようか、じゃあ。はい。いたら笛鳴らしてください、集合の笛を。こんなアイテムあったっけ？ピー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 って。そう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 。そしたら、タタタタタって集まってくるから。よいしょ、よいしょ、よいしょ。でも、水助け急に現れ、2、3体に囲まれたら結構ピンチなんだよな。いないな。いないな。どんどん来るな。あそこ結構来る？あ、でも割と広いよ。わかんないかな、ここで。あれ？いないね。でも結構広いけどな、このあれも。要塞も。ですよね。今、抜き損なってるところを発見した。お、ナイス。でも、ウィザスケはいない。よいしょ。ほ、ほ、ほ。ないね。よいしょ。あ、ライフがやばかった。気をつけて、ライフ管理。あ、湧いてる、あちゃみさんの後ろ。やっつ、笛鳴らして、笛。ピー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 、どこ？死んだ、死にそう、死にそうな笛。ピー、あ、クミさんやってくれてる。頑張れ。出るか？クミさんがやってくれてありがとう。来た、出た。出ました。見えた。そう簡単には出ねえか。出ない、出ないって、出ないって。確率的には何パーなんでしょう。ごめん、ありがとう、くみさん。激輪くらいじゃなかった？私が予想しとったわ。知ってる人しか知らないでしょ。ためよう、ここで。どこだ、みんなどこにいんだ。おお、おお、あ、あ、ここは。よいしょ、よいしょ。俺結構ちょっと遠く離れちゃったな。やべ、やべー、見つかっちゃったー。見つかっちゃった、見つかっちゃったー。ヒュー。え？ここ行こう。よいしょ。6体、7体、8体。何が？うわー、鳥ちゃん、これはやべえぞ。大丈夫かい？あー、これあれダメだな。さすがに大丈夫ですよ、これは。ちょっと俺が3回しちゃってるから戻ります。更新してんのかなって思っちゃった。一瞬。げっ。え、マジ？これ潰した方がいいかな。ブレイズスポーンがまだあったぞ。ああ、潰しちゃっていいんじゃないですか。もうよくさん、あちゃ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 。大丈夫ですか？ああ、う、こっちからも続々と。ねえ、アイクさん。順番に俺も行くぜみたいな。待って待って、そんな来る？おお、やば。いた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 。川か、これ。これ倒したらきっと。ああ、いたいたいた、2体来ました。2体来ましたよ。さらに2体。えい。え、倒した？あーちゃんがどこにいるか知らんのよね。今一生懸命俺戦ってます。頭出ず。大丈夫？うんと、わかんない。多分大丈夫だと思う。どこにいるのさ。わからない。これが声が聞こえてるということは僕は帰らなかったんだと思う。あれ、クミさんが。ああ諦めんの早いよな。危ねえ、ここ超危ねえ。いや、諦めも感じだからね。ペロペロ。クミさん、これ使いましょう。絶対戻る。どこなんだろう、上？範囲攻撃ついてないんだよ。俺がいる場所？うん。わかんないの、それが。いやー。まあいいわ。いや、もうやっぱり。限りいない。ね。今、ウィザスケはね、倒したんだけど、出なかった。暗い。ちょっとなんか寂しくなってきたな。暗いよ。スペクテーターにもなろうかな、寂しくなってきたから。それはもうドクロ出してんのと一緒なの。
伏せスペクテーターは。そらってますね、それは。それそらってるね。そらってる。そらってんのやばい。そんな言葉ができたんですか。そらったらやばいよ。そらってるとは。ソーラさんのようにウィザースケルトンをクリエイティブで出しちゃうやつさ。あ、そういうことね。そらってる。あ、提案だ。アイクさん、これ借りてよいか。なんでそんな元気いいの。かわいい。なんでそんな元気いいのこの人。先輩、先輩風吹いてましたね。ここは行き止まり。ダイヤいいのもらってんじゃん。よかったね。次へ行こう。帰ってきた。今ウィザースケ倒したけど出なかった。だって不正で1個出すとしても2つは出さないとな。ソーラさん、あの日は何個出したの。1個だけだよ。1個だけだから1個は出していいってことになってからあと2個は自力で出さないと。ダメだろって。じゃあちょっと回るかい。出したとしても10年後ぐらいに行ってもらわんと。サバイバルでクリエイティブまかり取ってんのこの動画だけよ本当に。マイクラ界広しといえども。あー、びっくりした。なーに。いや、ガッチャンだった。そうだよ、僕だよ。久々に見るとびっくりするな。何それ。ショックなんだけど。もう忘れちゃってたね。いないなぁ。俺も落ち着いちゃったな、こっち。落ち着いちゃった。新規1名様ご来店です。ちなみに22時半になったら生活サーバーの方に移動してみんなで秋の建築をしますので、どんな建築をするか考えておいてください。さっきソラさんにも言ったけど、その何、その初見リアクションみたいな。初見ですね。言ったんだけどな。初見さんいらっしゃい。こんばんは、和骨。初見和骨アットガミとも。わ、コテハン。コテハンいいですか。アットガミとも。懐かしい。今もあんのかな。え、あるんじゃないですか。あんのか。よいしょよいしょ。さてと、掘るか。え、これマジでみんなウィザースケの頭手に入れるときどうしてんの。確かに、それはちょっと聞きたいかもしれない。そうだ、ウィザースケの頭みんな手に入れるときどうしてんの。どうしちゃってるわけ。トモさん、ニコ生してるのとかさ、コテハンって何ですかっていうコメントが。時代を感じてしまうね。コテハンとか懐かしいな。コテハンっていうのはハンダゴテのインターネットスラングです。ハンダゴテやってたんです。うん、俺もマイコテハン持ってるもんな。マジ持ってます、持ってます。マイコテ、赤色のハンダゴテ。それトニー・スタークじゃなくて。トニー・スタークではないですね。え、逆にマイコテハン持ってないって話ですね。マイコテハン持ってないな、うん、この下真っ暗だからいるかなと思って期待したんだけど、いなかった。ちょっと待って、次のコメントでハンダゴテって何ですかって来たんだけど、俺はもう一体どうしたら。ハンダゴテは今授業で使わないのかも。使わないの。あれを溶かすやつでしょ。でも確かによくよく考えたら、まず固定ハンドルネームのことだし、ハンダゴテじゃないし、ハンダゴテを説明しなきゃいけないし。やばいやばい、迷路に巻き込まれてる。迷路、迷路になってきた。迷宮入りだ。ハンダゴテっていうのは電源入れたら熱くなってハンダを溶かすやつですよ。あの回路とか基板で、うん、そうですね、基板で電気通ってる。いたずらでよく焦がしてたな。怖い怖い。ちょっといたずらしたくなっちゃう。文字書いてた。あるあるある。ドームです。ハンダを液体にするやつですね。普通に火傷したかな、あれで一回。こっちが火傷するわ。あの先端の鉄の部分を間違って握ってしまった。ああ、痛え。それは痛えな。ってなと思う。それは痛えわ。まあ学校じゃなくて普通に家でたんですけど、それは。まあいい、固定ハンでね。ハンダごてる匂いがないけどな。うん、ある一家に一台ハンダゴテ。一家に一台ハンダゴテ。あんの、ソロさん。持ってるよ。ですよね。うん。まあ、ソロさんゴリゴリの理系だから、なんか元は持ってそうな感じする。時々ほら、電線の、つなぎたくなっちゃったり、ほら。何爆弾でも作ってんの、ね、つなぎたいっすよね。爆弾魔ソーラ。それこそ空ってるっていうやつかい。ね、空ってるよ、空ってるよ。空ってんね。中学校2か3で使いましたって。やっぱそうだ、技術の時間で使う、ね、うん。技術の時間で使うよね。ね、マジでこんな動きがない、今日。もう一回集合するみんなで。もう一回集合しようか。集
勝です。じゃあさっきの得意？闘技場？闘技場かな。まあ闘技場で戦ってるのトリちゃんしかいねえんだけど闘技場。あバセンさん来た。あ体質大丈夫かな？うまく入れてないのかな。いや多分ね普通に入ったけど忙しくて一回離席してそのまんまになっちゃったんじゃない？ああ。あ入ります三回いいですかお二人どうぞ。ああごめんごめんごめん。どうぞどうぞどうぞ。チャットを見てなかった俺。失礼しました。チャットを見てなかった。俺も戦闘で忙しかったわ。来てたわ入りますっていう。音鳴ってたかなピョコって俺。なったんじゃない。ごめんなさい今チャットを見てなかったわ。設置した方がいい？じゃあ手すり取っちゃう？手すり？ああ。開くかなと思って。そういうこと？あ。テレポの使用が…あ、じゃあこっち飛ばしちゃうんで、バステさんいつでも入ってください。テレポ打ちますので、どうぞ入ってください。じゃあすいません、皆さんちょっとテレポ使わせていただきます。暴走族も通ります。すげえ、でも俺でも久しぶりかも、暴走族らしい暴走族は。え、まだいるんだ。そんな頃初めて聞きましたよ、トモさんの通話から。じゃあ土日は結構割とあの頻度高い。なんですか暇なんだね。こんばんは。こんばんは。あバステでこんばんは。あ、バステさんこんばんは。あ、バステさん声変わったんすね。こんばんは。名古屋からお送りしております。バステです。こんな声だ。はい、バステさんごめんなさい。返事遅れちゃって。どうぞどうぞ。バステさん来てないよ。え？あまだ通話には来てないのかな。でワトさんは通話にいるけどマイクラ、なんならその入れ違いは。ワトさんは通話にいるけどマイクラに。やばい、自分が混乱した。いや、俺なのよ、混乱してるのは。なるほどね。バステンさん何しようと？何？動かない。あ、来た。あ来たかな？あ、来た、ばっちゃん。チョリンとこいて今。あ、来た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 。いや、迷った。マイク。いや、申し訳ない、バステンさん。ちょっとごめん、俺チャット読んでなかった。ごめんなさい。なんとか合流できねえかなって思ってたら無理でした。いや、結構離れてますからね、あそこ。離れてる、離れてる。俺も大変だと思ってくんの。申し訳ない、ちょっと撮影じゃなくてライブ中なんで、なんとかと思ったんですけど、大丈夫、大丈夫。こちらこそ気づかず。こんばんは。あちゃみさんですよ、久しぶりの。どうも、お久しぶりです。大丈夫な。なんとか、あんまり長い時間、うん。まだちょっと。あちゃみさんとりあえず乾杯で乾杯ピピーイエーイうま何飲んでんの。はいウイスキーハイボールハイボールだな。あハイボール飲むんだ。おさんハイボーイ。おさんハイボール好き。うまさんハイボールっていうか割るのめんどくせえから現役行くタイプで。現役はそのままウイスキーあれがあるときは飲みよるよ。そうなんだ。結果ウイスキー。いや俺マジウィルキンソンの炭酸にハマったな今。あれ前もハマってなかったっけ。あれずっと飲みよらんでも。いやレモン味が出てラベルレスを買い始めてめっちゃうまい。ラベルレスいいね。ラベルレスがなんか普通になってくるよね。ね本当に。てかもうなくていいんやけどなんだね。いやわかる。出るとき楽。うん？わさあの参加してもらえるかな。ああごめんごめん。なんかねえよ。いなかったわ。参加しとるやん。マイクライン。通話だけ。通話には。キラに 17.1? そうそうです、はい。レルムズ。レルムズです、はい。オッケー。なんか言った通りの会話になってる。10時半ぐらい、あと30分くらいしたら生活サーバーに行って、うん。あの秋の15分建築っていうのをやりますので、なんか考えてください。久しぶり、俺なんか去年もそれのしたぞ。したっけ、まあ秋っぽいお家を作るね。ジャックン作ったわ、ジャックン。なんだジャックンって。ジャックオーランタンのジャックン作ったな俺。あーやったやった。俺トップやったろうだって去年。やってたかも。うん。え去年も秋やったな俺。しばらくやってないもんなその建築系で。鳥ちゃんとアイクさんに関しては、あ違う、鳥ちゃんとアイクさん同一人物か。あじゃあ別人だわ。鳥ちゃん一緒だ。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 やってたのは一人二役でやってた。二人で一人のマインクラフターさ。そういうことか。ニコイチなのね。ニコイチだ。ニコイチだ。鳥ちゃんとアイクさんは建築が終わってるので、まあ新しくなんか作ってもいいし、見て飛び回ってガヤしたり全然それで大丈夫です。
はい、あと30分ここでウィザースケルトンを探したいと思います。その前にせっかく8人集まったんで鎧を脱いで、うん、なんか整列したいと思います。ここなるはやで、ここがいいと思います。鎧を脱ぎます。明るくする？明るくはします。俺ともちゃんけん元なくなるって。ともちゃんけんなくなるよ。え、やめて。ともちゃんけんこんな感じどう？あ、いいじゃない。な、はい、いいじゃない。はい、皆さん集まりください。スクショタイムやで。こうちょっとこう44がいいんじゃない？気持ちよく44が。あ、いいじゃない。あ、いいじゃない、いいじゃない。チャミンとアイクさん中心寄りで。はい、俺立てしまった方がいいな。あ、いいね。あ、いいじゃない。パシャ。これあとでツイッターでお使いください画像にしよう。ちょっと上目遣い、ちょっと上目線上にもらえますか？ロッキー半分破れとるやん。そう、ツーフェイス。ツーフェイス。やばいね。ダブルよ。ダブル。これがヨッピーさんとトリちゃんの同一人物。そういうことだな。そういうことだね。目の位置が違うから。本当だね。ちょっと怖いけど。オッケー。へい。よく来ていいよ。へい。チキン。チキン。何も持ってねえな俺。なんかあげようか。ちょっと欲しい。うん、戦うものぐらいは持ってないとね。剣はある、石の剣。ああ、じゃあ鉄のツール作りますよ。あ、ワークベンチここにある。あ、なんか私なんかもらってきたやつはこれをペペ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 ペスクショありがとうございます。いいえ、どうも。クミさん、勝手に開けないよ、人のチェスト。開けないよ、クミさん。はい、はい、はい、はい。はい、はい、開けないよ。本当に。昨日その動画上がったばっかりだったね。開けないよ、本当に。上がったばっかりだね。本当に彼氏のスマホ盗み見するタイプだぜ、こいつ。もう。やってんぜ、本当。びっくり。早かったな。早いね、本当に。それこそパッシブなのよ、見る。シャッ。まあ、ダイヤとか入ってないですけどね。気になるんだ。でも人が自分のチェストを見るのは自己中自己中あ、敵対取れた。やった。あ、本当だ。え、戦い続けて取れるんだ。ね、時間取れたね。どうなんですかね。わかんないよ。時間なのかな。あ、取れる時あるんだ。叶わないって分かったんだろうな、俺に。あ、なるほどね。もう。うん、もう無理だよ。幸福だ、幸福。よし、すべてを従いさ。大乱なんだ。ないですね。うわー、出た？いや、スケルトンでした、ただの。スケルトンか。ウィザスケ湧くと湧く、うん。結構ね、結構ではないけど、何回か湧いてはいるんだけど。あ、そうなんや。まだ5体、6体ぐらいじゃないですか。うん、全部で今1時間もやってないか、40分くらいやって5、6体。あ、そんなもん？うん。あ、そうか。てか、今週の撮影もここにおったっけ、なんかあれ、打ちたくなるね。何？ボボボっと。まだ動画なってないからね。まだ動画なってないやつだぜ、それは。お楽しみにやな。やりたくなってしまうね。ダメだ。あ、おぉ！強いからな、あれ。大丈夫、バスケンさん。危なかった。見なかったんだよ、ここに溶岩送って。ああ、あの、1マス溶岩ね。おらんな。こんなに出ないもんかい。ダイヤ直してくればよかった。よいしょ。これはウィザスケの頭1スタック集めるまでの動画撮らなくちゃいけない俺が。その横でソーラさんがスラッシュギブコマンドを叩く。まずはソーラさんを用意します。そう。簡単だから。そういうレシピなんですか。そう。カタ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 ポン。ショート動画で。あ、ショート動画いけんじゃない、ソーラさんそれ。そこはいけるかもしれない。やっちゃダメだ。飛んで出すだけ。お。あれはでも衝撃的だったな。眠かったんでコマンド使いました。クソ面白かったもん。すごいね。すごいですね。出てるかな。全然わかんやん。わかないね、本当に。
背高いからな。上3マスじゃないと意味ないよね。そうだね。たた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 。いないわ。またじゃあちょっと集まろう。その動画見ましたよってありがとう。あれはみんな驚愕だったよ。うん、確かに。でも確かにきつかったのも事実やけどね。そう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 。1時半なんてもう無理よ。今、ね、今はもう無理。落ち着いた時は全部今後俺がやることになっている。そういう契約。いや別にそんなことはない。そんなことはないよ。奴隷契約。休んでくれよ。休まない休まない。ウィザースケいたらピー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 って言ってくださいね。集まりますから我ら。ピー。よ。ピーじゃねえ、ピー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 な。やばい、これヨッピーさんの作業が言ってしょうね。シワ寄せくるよ、俺に。はい、喜んで。やばいね、ブラックや。危ない、熱何ですか。溶岩遊びしてたら、溶岩中入った。溶岩遊びはやめよう。やばい、熱々、大丈夫。え、そんな簡単に出るとこは出らんくね、マジ。ずっと走り回れ。かねえかんのかね。危ない危ない危ない。よいしょ。もうちょいこの広い空間を増やさないといけない。溶岩なくなった。ここの溶岩止めると、あ、別に遺跡に流れ込んでる溶岩じゃないんだ。関係なかった。俺なんで必死になって溶岩せき止めたんだ。うわっ。何？落ちた落ちた。降ってきた。危ない。ご飯ない人あげるよ。あるよ。ご飯もあるな、俺も。オッケー。やるしかないか。また。そろそろ。そろそろ。ゾンビピックマンが増えてきちゃった。そういうことか。じゃあもう一回闘技場に集まるの。そろそろ。最初の。鳥ちゃんのお仕事かしら。うん。集合です。タイム。はい、集合。うわ、はい、来たー。来たー。散りすぎるとモンスターが湧き切って水が出ないから、 ある程度このゾンビピックマンを減らす。なるほどね。のとあとプレイヤーが1箇所に集まれば他のところが湧きそうになる。もっと貯めたいな。恥ずかしいな。POD のそのゾンビトレインを、ね。そうそうそう。懐かしい。懐かしい。それが生きてるよね。ずっとやりよったな、あれも。最終的に処理が重たくなって、できなくなるっていうね。あ、そんなんなるんだ。トレイン。オッケー。ナイス。ナイス。さあ、見ますか。見る、もう行く？いいよ。もう湧くとこれで。ウェーブ1終わって、わかんないけど。うん。今ぐらいの時間あれば、湧いててもおかしくはないと思う、確かに。うん。あ、ガストが湧いたね。だから、うん、違うの入れ替わったね、モンスターが。うん、あー、なるほど、なるほど。上いるね、ガスト。うまいね、あいつ。いない。みんなどうやってんの、マジ。ウィザースキャ集めんの。ねえ。そう、どこにいるんだろう。コールドウォーのゾンビも面白いですよ。いいね、あ、コールドウォーにゾンビあるんだ。あ、アイキさん、いや、あ、な、ね、やったよ。知らなかった。面白かった、あれ。おらんなぁ。キューブがいっぱい湧いてる。キューブか、アオさんだ。うん、いいなぁ。あ、こいつおらんよ。いた？あ、違った。ピー？ピー？ブタ。ブーブーでした。ブタしかおらんな。ドロップ増加のエンチャントがいい。にしかついてないんだよな。今度もっと上げとこ。ウィザースケの集め方、根性。根性。根性足りてる？ウィザースケのスポーンがあればいいのにな。わかる。なぜない。ウィザーね、ゲットしやすい。ソーラさんやな、ウィザースケのスポーンを。確かにソーラさんだわ。ポロッとやってもらえばいいんだから。そらってもらえばね。そう、そらってもらえば。そらっと。そらって。そろっとさらっとそらっと、いや、そろ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 やっちゃう。でまあそれで一個は確定だけどね。やっちゃう。三つ集めなきゃいけないから。厄介。金塊がえぐいぐらい集まってるわ。おいお前。すごいね。でレベルも高くなってそう。そんだけ高い。レベル32になってますね。27。うわすごい。それはすごいよ。
それにしても出ませんよ。で、マジで出ない、マジで出らんね。なんか昔もっと出たような気がする。なんかさ、水預けってなんか脇増えたような気がしてたんだけどな。うん、ピグリンが追加されてそっちに脇取られてる、取られてんのかな、知らんけど。全然おらんな。なんでブーちゃんはいっぱいいるのにの、ね、ブーちゃんいっぱいいるのにね。うん、ビーちゃんいないの。よし、何しようかな建築。そう、俺も考えてるところさ。結構秋ってお題でやったからね。秋？秋だよね。お題は秋。何しようかな。例えば、なんか一般的な秋じゃなくて、自分は秋はこんなことするとかから持ってきてもいいです。秋、自分にとっての秋で。なんかある秋やけんすることって。なんだろう。何しようかな。俺本当にジャックオーランタンしか思い浮かばんな。もう去年と一緒やったらゲームないしな。縁柄年中ゲームやってるからゲーム以外の季節感ないっす。やばい。同じゲームプレステ5でいい。エアコンがついてるかついてないかぐらいかな。そう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 。秋は窓開けられるか閉めなきゃいけないかみたいな。確かにな。あれでいいじゃん。父ちゃん誕生日、ね。ペックスのキャラクター、ジブラルタルとか。ジブラルタル秋っぽい。秋はジブラルタル。季節であれもう、あ、もう竹外れてる。え、なんでだ、条件がわからんな。あ、本当だ、襲われないね。今いた通路にいたってコメントが。どっかっ何嘘、え、嘘ってこと俺、そう、クミさんの視界に映ってた。嘘、クミさん今いた、今いたって言ってる、本当だ。え、嘘、俺どこだ、行ったの。ごめん、わかんない、俺ぼーっとしてた。ほら、秋は何とか言ってるから。ごめんごめん、あ、じゃあ 上にいた。その話してる時俺上にいた。ここよりもさらに上にいたわ。コメントにラグがあること考えたら1分前にいた場所ですよ、トモさんが。え、考えて考えて思い出して、上ぴょんぴょん跳ねてたな。え、上にいたよね。でもここなら砦の外ですね。どこで見えたんだろう。ドラえもん、どこ、星の源だ。あ、よくわかったね。歌えますもん、カラオケで。あ、星野源を、星野源さん、いいね、源さん。うおっ、危ねえ、2回来たぞ俺。いなくなっちゃったかな。いなくなっちゃった。いなくなったりもするんか。でも消えることはないでしょ。いや、離れすぎたりするとね、うん、あー、そっか、デスポンしちゃうってこと。デスポンの逆がある。マジでってことは、じゃあもう一回攻撃探せば出てくるんじゃない。あ、一体なんで、なんで、なんで、ブタさん、ブタさん、ブタさん、やめて。あ、そうらか。だよ。やばいやばい。だよ。しれっと失礼なこと言ったよ。天井からいっぱい溶岩が落ちてくるってことは、この上にマグマキューブがいっぱいいるのかな。マグマだね、その上、ソーラさん。さっき落ちてなかったよ、こんなに。いや、ね、こっから見ると、うん、ソーラさんの真上マグマだってわかるわ。あ、そうなんだ。あー、取れちゃう。大丈夫。あ、本当だ。さすが。強いんだな、俺。出ないね。強いな。おらんじゃん。おいしょ、おいしょ、おいしょ。だね。おいしょ、おいしょ。ま、うわっ、マジ？まあいいんだけど、みんなでこうやってだべってれば。いい。うん、楽しいから。楽しいからオッケー。1個くらい欲しいよな、でも。俺も1匹も出会ってないもんな、もちろん。1話でも確定で出るよ、1人にお願いすれば。いいと思ってんすか、俺が。やってくれんじゃないの？巻き潰しすぎた。来てくれんくなるよ。確かにそうだね。よいしょ。巻き戻してみたんですけど、いませんでしただって。ありがとう。見間違い。ありがとう、わざわざ。ありがとう。そらさん帰ろう。間違いってこともあるからしょうがない。そうよ。暗いしね。そう。暗いからしょうがない。めっちゃ脇潰ししようじゃん。周りを。あれ、どこ行ったそらさん。あれ、そらさん帰っちゃうよ。そらさん帰れる一人で。うん。オッケー。やっぱね、整地が早いですよっていうコメントは来ている。するか。そうなんだ。じゃあここ透明じゃない、平らにするか。おいおい、
で、高さ3だから2の高さじゃダメなのか、こんな感じ。平らにしよう。他を湧き潰ししないとって何、溶岩だらけにすればいいのかな。溶岩じゃ明るくなっちゃいますね。他を、なんていうの、この要塞の外を溶岩だらけにする。溶岩の上に湧かないから。あとハーフブロックやな、うん、あーハーフブロックもありだね。よいしょ。オーラさんか。アトさんがいた。落ちた。そうやって沸かせるんだ。もし離れた場所に平らな場所を作った方がいいんじゃないですか。確かに、あの休憩場所に作ってるもんね。うん、うん、どうせ沸かなくなっちゃう。意味がなかった。どこを平らにしますか。数十マスぐらい先で その平らな脇とを作って離れたところで見守る。ここら辺、ここら辺か。今俺が手いいのかなって。確かにそれはいいかも。あ、やべ、間違った。掘るぜ。掘る掘る掘る。なんかピグリンがずっと見てくるから怖い。ちょっと なんで見てくるの。君は誰かね。フォークだよ、赤髪のトムだよ。あ、壊れた。あ、ダイヤ壊しちゃった。バーカー。まあまあまあ。まあいいでしょう。これをこうやって地道な作業からやればよかったね。確かに。ネザーレンガを引かないと意味がないとコメントで。ほう。ネザーレンガの上に湧くんだ。あ、じゃあこのこの吊るされてるやつ掘っちゃうか。まあ見通しは良くなるから意味なくなるんですよね。25×25 の部屋を作るといい、うん、なるほど。遠くにこのワールドマンの水が倒してないからね。どこに作ります。ここ25は離れないといけないからな。まあ、みんながこの松明のところに集まるとして、ここから25離れるとして、今俺ここ絶賛掘ってますけど、どこ、あ、そっち、あ、いいかもいいかもいいかも。だいたい適当に1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 マス移動。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ヨキさんのあたりがやっぱりいい。うん、ここら辺がいいわ。うん、 OK です。 25×25 なんて規模が小さくて困るわ。え、でもさ、遺跡の範囲外に出ちゃいけないんだよな、きっと。いいのかな、これは。さすがにここ遺跡範囲ないじゃないですか、この交差点のところ。はい、ない。じゃあここ掘っちゃって、ここにネザーレンガで埋めていけばいいのかって。そうだね、ネザーレンガ埋めていく感じだね。いいね、いいね、いいね。あ、ごめんなさい。じゃあ、ある分だけ。ネザーブロレンガ、ネザーレンガだね。うん、そうそうそう、埋めますよ。まあ8人で作業してるから早いよ。ワトさんいる、うん、おるよ。あ、いたいたいた。ワトさんもう眠いでしょ。今チェスト作るよ。ちょっとお疲れの様子。物がいっぱいすぎて何も持てんかった。ワトさん今日は昼間何してたの、うん、ってなんかお出かけしとったよ。ほら、ワトさんらしくない。おーへ、結構出とるぞ俺外に。昼間何食べたの。ちゃんとランニングもしてきたけどね。えらい。今日暑かったけど汗ようが、汗もめちゃくちゃ出た。素晴らしく出た。俺はね、カレー食べて汗出た。俺今日草むしりしてきたよ。摂取しとる方が多いじゃない。草むしり、まともさんは草むしり。あ、なんかあれしとったね。つなぎで作業にみたいな。ああ、そうそうそう、あの動画で ね、昔使ったチャミも持ってるやつさ。ああ、オレンジ色の。なんで今、さんの分はないよ。根津校長みたいだった今。よくわかったね。いや、最近見てる。あ、また壊れちゃった。これでナマスだ。ナマス。これで、じゃあまた測る。ナマスで。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,26ぐらい、これで。お、じゃあいいじゃん。足りた？
片辺は足りた。横というのか縦というのか。ここに枠と1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 だね。光とか関係ないじゃん、ネザーは。光は関係あるんだそうです。あるある、はい。どこだ。縦を高く掘るとガストが湧くかもしれないんで気をつけてくださいと。へえ、みんなよく知ってんね。何年マイクラやってるんだよ君たちは。 2,3 年だろう。聞くか俺らのマインクラフト歴を。11年くらいになります。ドンドン。わ、今 SE つけたな。ねえ、つけたいね。でまあいろんな人の10人いれば10人楽しみ方が違うっていうのがマインクラフトのいいところですから。うん、っていう逃げ道を10年くらい使ってます。あ、オリオンウィザスケ。嘘、クミさんじゃなくて。うん、多分。どこ行った、どこ行った、どこ行った。倒した、あ、倒したか俺。え、倒したよね。どこにいるの。出てないな。倒したみたい。どこにいるの。あ、上上上、なんかね、普通に上のあのネザーオートの上におるよ。そこに湧いてどうする。じゃあ皆さんせっかく作ったんで、クミさん、あれあれ、なんかクミさんピッケルとか持ってないの。ピッケル、何、お前が装備する前に、私が装備する前にお前が飛ばしたんだろうってこと言いたいわけ。あるよ、ピッケル。離れてないといけないんじゃない。そうだね、ちょっと離れ、あ、オッケー、ありがとう。ここ壊さないと視界が悪いかな、あそこ見るのに。よいしょ。ん、ガストの音。おお、言ってるぞーい、楽しいこと、楽しい音聞こえるぞー。どこで。クミさんが走ってった。クミさん戦闘員だからね。どこって探しております。どこだ、見当たらんけどな。で、その勢いの速さで掘れるの。あ、下か、下、下やん。あ、倒した。あ、もう倒した、すごい、すごい、すごい、クミさん。これで掘るとね、古代の瓦礫がすぐ見つかるんですよね。あ、なるほどね。止まるところが古代の瓦礫だからか。うん。あ、早い早い早い。さて、これはもう一回やってくるわ。よし、これでちょっと離れてラストチャンスにかけますか。うん。はい。で、闘技場のこの豚に追われてる松明よりこっち側に。降ってきた。アイクさんじゃないのか。鳥ちゃん、タイ、うん、お、俺？え？あ、違うか。俺や。うわ、いつもより多くない。ちょっと多いかもしれんな。この人ら溶岩効かないしな。あー、足早いの来た。足早いのはね、湧くか。後ろ、後ろかも来るよ。お、ゾンビピックマンが湧いた。あれ、待って、誰か一人来てないな、そこ。バステンさんかな。あ、バステンさん、あれかも。え、何？あ、ガチャ危ない。あー、ピグリンか。よいしょ。床張ってました。あ、ありがとう。よいしょ、よいしょ。ここも見やすいようにしとく。ここはガストじゃないよ。ちょっと戻りますか。オッケー。ほ、ほ、ほ。どう？闘技場の方はウェーブ1終わり？うん、開けなかったっすね、ちょっと。開けないね。あの下にめっちゃ湧いてんだよな。連れてこれの上にもおるよ。さっきのあの床引いたところの上とかにも。ゾンビピックマン？ピグリン？うん。ゾンビピックマンかな。厄介なやつらだな。あ、ゾンビピックマンが湧いた、下に。あ、湧いたね。ブレイズが湧いてる。やだね。ほら、この、この上。上に湧きおるよ。鳥ちゃん、さっき整理したところの上にそのまま状態で行くと、はい、結構、ね、でも辛いな。ピグリンがいるから撃ってくんな、あれ。うん。おっと、塞がれて、登れない。ここにいるの？上。最後、成果としてここに1匹ぐらい湧いてくれれば嬉しいんだけど、わからないかな、ね。あと4分。みんなついて。行くぞ。うわー、すごい、いたいたいた。これ手伝った方がいいかな。手伝う。おつぼこけていった。ちょっと手伝った方のが大丈夫？あ、俺、あ、大丈夫ですよ、全然。トレインだ、トレインしている。トレイン。あららららららら、すごい。あ、ワッサン気をつけて。オッケーだ。はい、並んで。オッケー、ワットさんとチャーミン、みんなの場所に行くとその子が脇ペースになる、脇スペースになるわ。はーい、はい。
よいしょ。おいいね、やってるやってる。さあどうだ、いいかな。ちらっと後ろを見る、ダメ、誰もいない、見てると開かない見てると開かないとかある恥ずかしがり屋さんかい、そういうことか、シャイなんだな。みんな後ろ見てると開く、みんなが反対側を向いてるといいとか、誰かしら見ちゃうよね。そういえば先日私はピコガミンクラフト最終回を録画ミスという大事件をやらかしました。あ、アチャミさん来たやん。そうです、アチャミさんが今度来てくれるとき8人揃ってピコガミンを取ろうというふうなことになりました。あ、はい、わかりました。なので最終回頑張ります。最終回8人中7人は仕掛けの解き方知ってますスペシャルをお送りします何それ、私だけ知らないやつでしょ。そうです、でももう忘れとるな、やったら思い出すんかな。忘れたね。ジャミさんだけがきっとあの初見のリアクションしてくれる。だめ、ジャミならみんな3人分ぐらいの声でリアクションしてくれるからちょうどいいかも。いやーうるさいよー、いいよ、どう、それはいい。あ、おばせさんありがとう、それはいいと思う。わかないかな、わかない。8人中7人が解き方知ってますスペシャルやべえよマジで、普通に考えてやばいね、うん、むしろ今日ライブでやればよかったよ。確かに、まあでも生ガミンクラフト2ヶ月やってなかった。あ、そう、皆さんに発表します、生ガミンクラフトこの9月の回で丸2周年を達成しました。あ、草原ナルト、はい、草原ナルトよ、草原ナルト、草原ナルトよ、すごいね、お疲れ様でございます。いやいや、皆さんも視点配信とかは自由にやってください、これからも。はいはい、やらせてもらいます。キョバステンさんやってない？キョバステンさんはやってる。売れてきたもん。あ、そう。そうね、準備できてない。だから俺がやった。なるほどね。なるほど。わかんないね。全然湧いてないよ。ということで、俺も湧いてないもん。皆さん、9時からやりましたが、一個も手に入りませんでした。ただ、8人揃った絵は手に入ったので、これはウィザスケワンスタック分かなと思うので、後で。コマンドで出させていただきます。綺麗に無理やりまとめたな。お疲れ様でした。嘘を出さないコマンドでどうにかしてどうにかして手には入れるんだけど、はい、動画のネタあざす、どうぞ、はい、ウィザースケの頭あ、ちゃんと律儀に返してます。返却現場移しました。何、私は返したよと。えらい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 、マジでわかんな、わかんない、わかんないね。ね、ではじゃあ生活サーバーに移動したいと思います。抜けてください。はい、ペロ、画面暗転、画面暗転その2で、1.17.1 のまんま入れますので、あれ入れるよね。あ、そうなん、入れます、はい、確か入れるはず。え、入れますね、入れた、俺入れない、あ、違う、びっくりした、違う、あ、入った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 、今画面真っ暗でございます。お、なんかすげえカクつくな。まあ読み込み中はね、生活サーバーはカクつきます。なるほど、特に人の建築多いからね。よいしょ、え、トリオピタウンに行けばいいの。お、よく知ってんじゃん。よいしょ、うん、いいな、ねえ、私見てるだけでもいい？いいよ、全然。ちょっと、楽な姿勢になりたい。いや、楽な姿勢になりたまえよ。あれ、うん、無理しないでね。たまえよ。何？はい。あれ？どこに入るったっけ？あ、1.17.1 はちなみに入ってないかもしれないな。1.17.1 開いた？1.17.1 だよ。のまんまマルチプレイで。あ、マルチか。あ、これ終わらっか。何作ろう、マジ？そうか、マスキー、あれだ、生活サーバーね。そう、ここや。あ、わかった、あった、一応 IP 打っとくね。アイクさん、ヨッピーさん、あ、これ作ったぞ。入ったよ、入れた、ね、このなんだこのあざとい、ね、あれはダメよ、このピタウンができた当日に作ったからね。アイクさんとかだって鳥ですらないのに、うん、アイクさんは鳥だよ。あ、そうなの、アイクさん鳥なの。アイクさん鳥だよ。提案帳。ピさんとアイクさんは同一人物だ。家作らないかんやろ、家。軟骨ハウスやろ、アイクさんは。軟骨ハウスって何？代わりにワトさんに。
おい、あいつは軟骨好きなの？なんとかハウス。ああ、なんとかハウスって軟骨ハウスっていう。軟骨の粉が食べたい。そういうことね。わかる。みんなどうも。ああ、管理さんに連絡しといたら事前にこのみんなの色のろうそくを立ててくれている。ね、ほんまやで。あ、本当だ。何作ろうまし決まってないな。っていうことで、じゃあ皆さん、じゃあともは特に来てください。ともは特に。はい。わ、すげえあの飛行船。そう、村長としてちょっとここあんまり景観を崩さない感じでちょっとね。あ、そうだ、ここは鳥ちゃんの仕切る場所ですから。あ、よっぴーさんの、うん、秋だけど、はい、うん、あ、だから空とか鳥とかがテーマ。いや、でも秋だからね。あ、そうね。友はとく来て、友はとく。え、一でも何でもダメ。いいよ。いや、決まってないもんな、もちろん何作るか。どうしようかな。な、優しいね。どうしようかな。トモアトク来てね。トモアトクに、うん、来た。秋ってなんだっけ。来た。秋ってなんだっけ。トモアトク、トモアトクに来てって。ヤン、ヤンワト。あとバッセンさんか。バッセンさん場所わかんないけど飛ばしちゃいますが、いかがでしょうか。え、いますよ。あ、大変失礼いたしました。白いから、顔白いからや。今空と同化してたでしょって、そういうことじゃないと思う。では花火持ってんのね。このメンバーで秋の建築していきたいと思います。チャミンはちょっと見学と、アイクさんとヨッピーさんも見学になりますので、まあガヤガヤ適当にやっててください。はい、うん、はい。ダメだよ見学は。あ、ほら撃った。いや、わかるから、私持って撃とうとしてたの。俺が先に言ったからダメです。先だね、ちょっとが先だったらよかったんだけどね。先にちょっとやったらよかったんだけどね。何作ろう、マジで。どうしようかな。秋をテーマに作って、クミさん。お、いたおパクる気だな、これ。人の周りの建築見て、見てます。ここはまだ建築物少ないからパクったらバレるぞ、ね、少ないからね。まあ、トリオピタウンはこんな感じになって、ワトさんが言った飛行船はこれかな。うん、すごいよな。5分後にスタートにしようかな、ね、とりあえずこれはすごい建築だよっていうのを見せる、うん、これ確かアスレチックになってると思うんだよな。手は空いてるんで、なんか手伝ってほしければ手伝うんで。そうだ、ほら、鳥ちゃんのこの飛行船さ、アスレチックになってんだよこれ。鳥ちゃんの飛行船、この木がスタートで。ああ、はい、そうですね。これアスレチック登った、それ登っていけますってなってるね。こうやってよくできてるかな、これサバイバルモードで行けるようになって、ね、鳥も飛んでてすごいね、綺麗だね。よっ、こう、あー、綺麗。鳥の色がメンバーカラーなんで、大変だったろうに作るの。本当だ、これ作るの大変だったろうな、うん、すごいね、これよくできてる、この建築。うん、よく作りました。いや、すごいや、こりゃ大変でしたでしょ。ほ、いや、大変でしたでしょ、これ。エッフェル塔もすごいじゃないね。スタークタワーもね、多分まだ建設途中だけど。え、スタークタワーあんの。え、多分あれスタークタワーだと思うんだよな。あ、エッフェル塔がスタークタワーなんだ、あれ。え、違う。あー、なるほどね、形がっぽい。あ、でも進んでる。進んでる前見た時より、すごいな、まあ、大変だわな、これ。かなり建築が多いね。頑張ってほしい、これは非常に。こういうのを視聴者さんが作っております。そんな生活サーバーもありますので、皆さんよければ遊びに来てください。すごいですわ。じゃあ今から15分で50分終わりです。22時50分終わり。どうしよう、何作ろう、何やって、どこに作ればいいんですか。あ、自分の枠ですね。ソーラさんだとピンクの枠だね。うん、バーステンさんは黄色の枠で、クミさんは黒い枠。ワツさんはここだね。うんうん、はい。何も考えてないけどね。はい、何しよっかな、俺。どうしよっかな、マジで。何にしよう、秋。秋、何が、どういう秋が好きか。ね、マジでどうしよっかな。どう秋を表現するか。あ、わかった、はい、わかりました。何すると、じゃあそれはだって言ったらだってダメじゃん、ライバルだから。ライバルか、俺は。トモさんの、そりゃそうよ、ライバルに言うわけないじゃない。どうしようかな、もう作っていいでしたっけ。もう作っていいです、はい、50分終了ですので。
これ羊毛、あ、いいとよね、羊毛と普通に使って。あ、いいよ、もうあの自由に使ってください。よいしょ。うーん、ほら、どうしようかな。保健物の皆さんもいます、どうも。よいしょ。なんだ、手を振ってんの。わからん、作るかわからんな。どう作ろう。なんか邪魔なもん置いてある。待って、このなんだっけ、このアイテムどこだっけの時間が超もったいないもんね。ねえ、あれ、なくね、俺の欲しいアイテム、これ取った。あ、やばいやばい、マジで思い浮かばん。なんかない。秋、秋の夕、秋の夕、秋の夕。一人臨床しないで一人臨床しないでどうしようかな、なんだっけな。ちゃんとり手伝ってって言って、ご指名だよ、ご指名。何をどう手伝えばいいですか。それはもう手伝うんじゃない、建築してっていうことを打ちたいわけだからそれは甘いじゃないですか。立てて鳥ちゃん、私のところに立てていいよ。立てていい。あ、本当、うん、なんだ、秋ググるか。まちゃみさんはね、今ちょっと闇上がりということでね、闇上がり保険が適用されますので、うん、赤髪闇上がり保険に加入してますんで、そんなのあるんだ。赤髪さんは、はい、うん、クミさん、ちなみにワクチン保険は入っていませんので頑張ってください。もみじ、柿、よいよいよい。まちゃみさんは非常にそれこそ出血してる。血出血した。え、吐血？吐血ですか？吐血はやばいですよ、クミさん。血。それで保険を。くせに。俺これ土曜日だから、これ終わったらコンビニ行きます。土曜日だと大丈夫保険が適用されますので。そんなのあった土曜日は大丈夫。やばいやばい、思い浮かばん。なんかない、マジで。じゃあ秋で検索して何か作りなさいよ。下下サンマとか作る。サンマとかでも毎年誰か作るよ、ね、作ってたからさ、この前あの赤髪の友なんていう人がライブで、神友タウンのさ、やめて一人実況見ないでただあれ超うまかった、サンマのかば焼き。うまそうだった、正直びっくりするぐらいうまかった。なんだっけ、俺わざに今何か話しかけようとしたら全部忘れたサンマに持ってかれたね。なんだっけなんだっけなんだっけ。あ、だからわざガミトモタウンに剣大きいの作ってるから、それにサンマ突き出すときはそれのサンマそうだ、うん、いいじゃない。作るか、チャミさんの。いやでも悪いもんな、なんか。いいよ。何作るかな。どうしよう。何作ろうかな。よいしょ。よいしょ。なんだ秋って。なんか秋だから作ればいいじゃん。これでっかく作る、でっかく。でも栗ぐらいしか思い浮かばんな。いいじゃん。栗作るか。栗。ぽくなってきた。ちなみにあと10分でございます。うそ、無理だ。15分建築でもみんな何勘鈍ったら15分建築は早いよ。無理だ、もうあいさん手伝って。あのダメだ、もうダメだ、伝えない、伝えられない俺には。もうダメだってか。もうダメだ。どうしよう。どんななっとるんだっけ、栗って。いや、あのその中のやつ、1個モンブラン食いて、次モンブラン作るライブしようかな。モンブラン大好き。美味しいよね、モンブラン。うん、モンブランもソーラさんの評価高かったよ。あの子頑張ってるねって言ってた。あの子、うん、あの子頑張ってるって言ってた。虫です、ソーラさん。なんだよ、反応してってこっち話しかけてるんだから。え、何聞こえてたくせにもう気になるとね、全然周り見えないの。そういうこと実況者タイプだね、それは。私初めてあのなんだっけ、ね、ドンキホーテに売ってる焼き芋
買って食べてみたんだけど、わあ、売ってる売ってる、あれさ、初めて食べたけどめちゃくちゃうまいね。そうなんだ、すごい美味しかった。焼き芋食べようって言ってならないな、あんまり。焼き芋美味しいよ。いや、なんかね、焼き芋買って行こうと思わんな、うん、焼き芋うまそう、あれ、あそこのドンキさんの、あれは誰でも好きだと思ってた、匂いにつられて次買っちゃった。好んで食わんな、焼き芋うまいって。これ栗か、俺ちょっと待って、ちょっとしっかりしてよ。やばい、建築やらなすぎて建築先生が死んどるな。小川さんは割とうまい印象だけどね、建築。いや、今回やばい、これは。何これ、俺どうしたらいい、どうしたらいいの。アイクさん、これでいこう。これを大きくしたい。ワトさん以外には、これを大きくしたい。それ、私か。いや、違いますよ。ぎくり。違うに決まってる。それ、その頭、かぼちゃ。あ、それ、私の頭か。あ、だって、あちゃみさんの頭、いかんじゃないですか。ちょっと目がね、でかくて怖い。ちっちゃくて怖い。顔ちっちゃくて怖い。顔ちっちゃくて。なーに、秋の建築してるじゃないですか。何が盛り上がってんの。秋の建築だから。あ、でもこれどうしようかな。うん、とりあえず一マスこっちかな。うまい。俺は天才かもしれない丸。ちょっとあちゃみさん、こっち持ってくれません。ペコ。めっちゃいいな。で、ちょっと上向いてくれません。上向いてくれません。気持ち悪い。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もうチャミンじゃんそれ。それチャミンじゃん。違いますって。それチャミンだよ。なんか頭ちっちゃくない。何これ、スライスヒローズかこれ。え何してるのこれ、ロボット。秋の建築15分だから。いや、10秒でもできそうだよこれは。あ、おっと、栗うまいじゃん。うまいかこれ。なんか、なんかこういうの作ろうとしてます。なんかソラさんらしいです。こういう飴あったよな、昔。ペコちゃんのやつで。ペロペロキャンディーみたいなやつ。そうそうそう。あれ、今もうないの？僕は最近見たことない。へぇ、いや、大好き。何味が好きでしたか？黄色い四角。あいつはもう一マス。俺、オレンジ、そうだ、あれ、俺、オレンジばっかり食べてた印象あんな、俺。あ、そうなんだ。何味が好きなの？私、いちごか、何、メロン好きだった。へぇ、あ、メロンもあったわ、確かに。緑色のね。あった、あった、あった。大好きだった。どうだい、僕の建築は上手だろう。あ、やばい、ひどいな、これ、今回。これ、ないな。心を見失なくなってしまったようだ。上手。これはもう、真似して作ればいい。クルミさんでも頑張ってんな、一人で頑張って。クルミさん、これセルゲームじゃない？これドラゴンボールのセルゲームじゃん。これクリか？セルゲームじゃん、まあ、これ何？何？なんで？セルゲームではない。なるほど、どんぐりか。もういいか、はい、おしまい。早っ。できちゃった。ちなみにあと5分あります。あ、いい、なんかあと5分、いい建築してるよこれ俺。あ、すごいねこれ。ソーラさんのすごいわ。ソーラさんのうまいよね。ねえ、あ、これも上手やん。あ、かぼちゃからなくなってんじゃん。ここ目が大変なことになった。家だからね、家。ええ建築じゃないですか。秋の15分建築って言ったか。そっか、ごめん、家じゃなくてもいいんだわ、それなら。そうそう、秋っていうテーマだからね。ごめんごめん、クリスタやられた。俺が悪かったよ。ここまで作って家って言われたらどうしようかと思って。ペシペシペシ。この前家にしたらすごいみんなから非難されたじゃん、アイクさんのパクリだって言って。ソラさん、なんかあれ、なんか作ったけど、ボンバーマンみたいになってる。忘れちゃったけど、ソラさんが何したか。なってないって。ただ聞いたってだけじゃん、ソラさん、これ。うん、そうだよ。ハリボテ、これペロペロキャンディーじゃん。不二家の火よ、火。木？木です。木です。It's wood. Just wood. あ、間違えた。あ、木。あ、クミうめえかも。あ、網焼き？はい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 。これはモンブランだわ。あれ？なるほど、クミさんうまいかも。
久美さんの応援団も来てますよ、周りの応援団。埴輪みたいになるよ。久美さん応援団もいます。でもなんか可愛いね、久美さん応援団の皆さん、ね、タバコいる、タバコはいい。ほら本当だ、細っ。ダイエットしすぎだよサミン、ダイエットしすぎだよこれ。まあ、でも赤たんできてる、色的にさ、そこに鈴つけられるとドラえもんに見えるんだよ、ね、これなんかちょっと体のバランスがちょっとね、もうちょっとチャミンタお食べ、これこれな、あれ話してるうちに痩せ細っちゃった、あちゃみさんね、うん、よく食べて、食欲の秋だから、あちゃみさん太って、黙々とバースデーさん作ってるよ、みんながふざけてる間に。何バースデーさん、これ時間ないですもん、時間ないからね、急いでるんですよ。それ今言っちゃ、それ今言っちゃったらダメでしょう。コロ先生、懐かしい。コロ先生やないと、俺コロ先生、先生が知らないもん。あ、そうなんだっけ、暗殺教室だっけ。そう、うんうん、あれ結構いい、見たことないから、なんかいるっていうのしか知らない。あの漫画面白いですよ。面白いですか。映画にもなってましたよね。なってます、なってます、なっとった、めっちゃいい。なんでこれ目赤たんになっとうと、チャミエモン、何赤たんって、なんか殴られた後みたいな。ああ、誰、あちゃみさん、いや、ケツつけないでもらえますか。ちゃみあれでメッシュなのかツートンなのか、よく見てないのはワトさんの方だぜ。前髪にピンクだもん。ごめんよ、そういうことね。そう。いや、できたよ。でもなんか可愛くない、俺の。いや、俺のよ、排泄物みたいになってるもん。ほら排泄物ちゃダメだ、排泄物作んないでよ、鳥ちゃんの町なんだよ、ここは。鳥オピタウンだから、やめてくれよ、排泄物だけは。さっきの排泄物なんだよ、あっちの排泄物ってヨッピーさんの大きいあの鳥がこう落としていったっていう。あ、なるほどね。どこ、あれ、あそこの鳥、うん、この大きい子が。あ、まあ、そっち、あ、そっちね、はいはいはい。ジュラシックパークで見たって言われてる恐竜の糞ってことえ、このブロック何これ。バーステンさんうまいな。あ、うまっ、バーステンさんにしては斜めにちゃんとつなげてる。でしょ、やるね。バステンさんもずっとマイクラしよるもんね、だって、まあ、いや、みんなしてる、うん、後から晩までやってるよ。いや、なんか自分の放送とかでも。ああ、そうだね。ちなみにあれだったら、周りに建ててるすごい建築の人たちよりも我々はマイクラ歴長いからね、きっと。ああ、確かに。なのによ。どんだけふざけてやってきたかってことで。排泄物なのよ。これ何？これ何？オーダー66の時のやつ。何これ？何がすか？これ何、なんでちっちゃいか、あ、かぼちゃみんか。それを忘れちゃあかんやろ、かぼちゃみん。むしろこれがメインやろ、秋の。確かにかぼちゃだからね、いいんじゃない、うん、あ、いいじゃない、いいじゃん。あ、クミさんこれ煙出すの好きやね、煙シリーズ。時間になりましたよ。あ、かわいいじゃん。大丈夫かな。お、やるね、クミさん、すごい。これなんだ、 その白いの何、それ。あー、そういうこと、うまいわ。ねえ、やるじゃん、ミーク。すごい。土の子それさ、自分の建築見て人のディスり始めてる、ちゃんと。俺だって一級品の排泄物。うまいよ、立派な排泄物。街の真ん中に来るな。はい、時間でーす。はい、行きました。終了。じゃあまず見ていきましょう、クミさんから。はい、じゃあクミさん、これ作品発表お願いします。こういう感じで写せばいいかな。サンマを作りました、クミさん。煙が出てて、目がエンドポータルで、これ多分大根おろしですかね。上手ですね上手ですね、クミさん。それでお皿もちゃんと、お皿も作ったよ、この人ちゃんと今回。これお皿見て焼き寄るってことやないと。
網で焼いてたら大根おろしつかないんじゃない？これどっち組み合う？あ、そうかそうか。網？網の上に大根おろし。皿。分かるように大根おろしは一応乗っけたみたいな感じなんじゃないの？お皿、お皿だって。サンマの内臓食べます？食べなーい。俺食べる。嘘。嘘俺も食べる早、うん。美味しくないじゃん。あ、美味しいかの苦いのが。ね、苦いのが甘いよね。嘘、ね。え、ソロ食べる？あ、頭を落としておいてもらえれば食べます。頭？頭を落としておいてもらえば、さ、あ、頭が苦手なの魚の。うん。そうそう、言ってたね、魚の顔が苦手って。なるほどね。食べたいなサンマ。サンマ内臓食べないかな、うん、俺は。美味しいよ。苦い。え、ご飯と一緒に食べる人は内臓食べなくない？お酒のおつまみでなら分かるけど。ああ、そうなんかな。食べそんなイメージ。あ、食べるといいじゃん、内臓もご飯も。全部食べる。アイクさんも食べる？コメントも食べる人多くない？食べますよ。ここ食べる。アイクさんも、アイクさんだってしれっと主語やもんね。確かにアイクさんはしれっとやることやってるで、おなじみのアイクさん。やることやってるから。アイクさん飲むの？アイクさん主語で、俺より酒強くて。普段飲まないですよ。さんはもう何でも当てにできるからな。俺より酒強くて、俺がさ、飲まないで置いとくと、トムさん、それ飲まないんですか？煽ってくるの、アイクさんが。ラララララ、飲まないんですか？飲まないんです。俺飲んじゃいますよ。そう、煽ってくるのよ。アイクさんじゃぶじゃぶ。実はマトさん並み。そう、やることやってんのよ。いや、俺よりすごいしてるよな。全然お酒飲んでも。エロっとしてるもんね、本当に。強い、そう、アイクさん強かったお酒。そうなんだ。バースデーさん内臓食べない。お酒よっても食べないですね。食べないほら。食べない人を、な、もう、待って、待って、待って、すみません、時間過ぎたんで、付け加えるのやめてもらっていいですか、うん、それ何？なんで赤くなってると。どうしたの、それ。な、何を表現したそれ。焼き目ね。焼き目を再現したの。ゴジラ張りの熱光線が。何、何、何。これ、何、どうした、これ。吐き出す前のあれやな、ね。これ、この後、紫になって、ピューピューってビームが出るところですよ、これ。シンゴジラね。そうそうそう、シンゴジラ。いいんです。いいんです。はい、じゃあ続いて私、はい、もみじとイチョウでみーちゃん、みーちゃんと一緒にピクニックに行った際、月見、月見、あ、違うか、月見ではないが、もみじ狩りみーちゃん、ちょっとウサギが可愛くできなかった、なんかハエみたいな顔になっちゃった白い、白いゴシゴシゴシってちょっとなんかハエっぽいよね、よちよちみーちゃん、あ、クミさんには確かにそう、目がでかすぎるんじゃないですか、目がでか、いやでも目をさ、どうしたらよかった、目を最初に、ね、ネズミっぽいね、こうしたんだよ、そしたら可愛くなかったんだよこれ、よりあ、よりネズミっぽくなった、あ、本当だ、これだとネズミで大きくするとハエになりますねこれどっちか、どっちか、ちょっとだけ耳立てればよかったんじゃない、あ、そういうこと、可愛くないんだよな、これ完全にギャグなんだよな。これこれでこれなんか見たことあるね、このなんかさ、昔こんなのなかったっけ、昔こんな、なんとかおじさんみたいな、あったな、あったね、フレーミーみたいなのあった気がする、なんかなんかあったよね、こういうの、でもこれが一番可愛いかも、なんか可愛いかもしれない、もみじ狩りみーちゃん、怖いよ、黒い大きいのは、うん、それでいいよ、あれ、うん、もみじ狩り人面みーちゃんです、人面怖いって、人面みーちゃん、じゃあ続きまして、はい、ヤン、どうぞ、あ、これヤンだったんだ、うん、これヤン、あの、はい、何さっきの秋のあれです、何、栗、栗、他には栗かっこ排泄物怒られるぞ、誰にだ、次行きましょうか、でもなんかね、下手くそやった今回、ちょっと反省する、やっぱね、下、前準備やねんけど、何作るかぐらい決めとかダメやね、そうね、ごめん、それがもう今回の範囲で、あ、手直ししてください、はい、一応明るくしておきますね、分かった、ちょっとなんか考えとくわ、ライトアップしてます、もうここまで行ったらもううんこ寄りに振っちゃった方がいいんじゃないか、確かに俺もね、そのダメだって、振り諦めてさ、湯気とかなんか足そうかなと思っちゃったちょっと考えておきます、はい、続きましてこちらは、あちゃみさんの区画を鳥ちゃんたちが、鳥ちゃんとアイクさんかな、作りました、アイクさんはね、出すライトアップした方がいいですね、確かに、ああ、いいですね、じゃあ何を作ったんですか、あ、これはあちゃみさんですねあちゃみさん平らただこのいつもみかんの帽子をかぶってるのをかぼちゃにしたんですよ、ああ、だからしましまなんだ、そう、
あ、そういうことね。それで秋、そう、秋バージョンなんですよ。なるほどね。ちゃんとね。何を編んでるの？そういうことね。で、これはカボチャミン？そうですね。うんうん、一応、こっちもカボチャミンになるわけだからね。あ、まあね。カボでチャミンなわけだからか。カボでチャミンなわけだから。なるほどね。こういう感じですね。悪くないんじゃないですか。はい、いいと思いますよ。で、続きまして、こちらソーラさんの、これは何ですか、林ですか。今、秋の森でございます。あ、森なんだね、秋の森です。あ、ちゃんとなんか紅葉してっている、この紅葉具合を再現グラデーションも入ってます。本当だ、どうしてもペロペロキャンディーを思い出しちゃう藤井アナ。あのビニールに、はい、挟む、あの棒のところだけ出てて、ビニール、雨のところだけビニール、引っ張るやつだ。そう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 、懐かしい、食ってた昔、小判型のやつ。そうだ、あれずっとちょっと流れ惜しくて舐めてると棒が紙でできてるからヨレヨレになってくるやつ、ね、ふにゃふにゃになってくるもんね。そうそうそう懐かしい。時ほどきよった、ほどくほどくほどく、ね、時ほどきよった、螺旋状になるから。うわ、やっぱみんなやること一緒なんだな、本当に、ね、はい、続きましてバステンさんは、はい、なんだこれ、あ、え、可愛くないこれ。え、バッシンさん、裏に顔ができてる作品は、ですね、バッシンさんの顔が、はい、表面がジャコーランタンで、裏は僕の顔にしたんで、はい、まあ、秋なんで僕の黄色のカラーでジャクオーバステンです。なるほどね、ジャクオーバステンを作りました。はい、なんで表面どうですか、にちょっと似せたつもりなんですけど、できてません。どっち側が表面、こっちこっちこっち、かぼちゃ、そっち裏ですよ。かぼちゃでしょ、表は。こっちこっちこっち、あー確かに、あ、かわいい。そっか、俺赤髪リソースパック入ってるから俺の顔になってる、かぼちゃが。それはそうそうそう、それはちょっと都合、生首が置いてある。俺の生首みたいになってるけど、ちょっとデフォルトでお願いしたいと思います。デフォルトで、じゃあちょっと見る人はデフォルトで見てください。ジャックオーバステンさんです。で、裏がバステンさんの顔になっております。ちょっと横に広がってる感じです。ちょっと向こうはね、違うけど、まあ、とっさなんで、その辺はご愛嬌、はいはい。いや、いいと思います、うん。ということで、秋の15分建築でした。ちょっとな、一人うんこ作っちゃったからな。おい、マークさんとユキさんは紹介しなくていいんですか。あ、そうか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 、失礼しました。そう、これ点数加点に入ると、加点って加点対象になるぞ。あやさんとヨッピさんの、これだって、あざとい鳥たちがじゃないですか、ね、これはだって15分じゃないからな。まあ上手だけど、もちろん、うん、この町のゲートよ。はい、ウェルカムゲートなのかな、うん、アイクさんと、うん、アイクさん生首落ちとるよ。鳥ちゃんのゲートしてるんですよ。落ちとるって何、あ、本当だ、ヨッピさんの持ち込みもあるんですよ。生き埋められてんの、うん、埋められてる、ここに。あ、本当だ、見てるのかな、監視カメラなんじゃないこれ。ああ、そういうこと、うん、触ったらダメよってこと。そう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 、これを作ってくれております。はい、うーん。足が可動式になってる。無理やりみんなでだけど、まあ建築するのは面白いな。こっちの足上げとった方が可愛くない。パカパカ式になってるね。え、ちょうど11時でございます。では終わりますかね。じゃあ、どうする、どこに集まる。じゃあここか、せっかく、そっか、ずっとあれだもんな、みんなの建築見たかった。最後はじゃあここか。あ、いいかも、ウェルカムの上がいいんじゃない。ウェルカム、ここに集まってください。来た来た来た、ここに、こっちに、じゃあこっち、これハマってればいい、こっち、いいよ、ハマっててもいいよ。ああ。じゃあこの間に、はいはいはい、ということで生ガミンクラフト、月に1回やってるんですが、2周年で8人全員集合でした。よいしょ。お疲れ様。あれ、バスで、あ、いたいたいた。うまくはまれなくて。いいですよ。ようやく。はい。お疲れ様でした。はい。お疲れ様でした。はい。ちょっとみんなそのままでパシャ。オッケー。それではこの後、僕はちょっと、スパチャを読み上げていくので、ここで解散にしたいと思います。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、はい、今通話を抜けました。あ、クミさんからスパチャを読み上げろとチャット。はい、クミさん、ありがとうございます。クミさん通話抜けてないよ。では今からいただいたスパチャを読み上げたいと思います。
一旦ここで、そうだね、一区切りだね。ここまで見てくれた方、応援してくれた方、ありがとうございます。引き続き月に1回生ガミンクラフトっていうのをやっていきたいので、また見に来てください。ではこの後はスパチャを読み上げます。ありがとうございます、皆さんたくさん。はい、お疲れ様でした。コメントもありがとうございます。まずは木のチャンネルさん、ありがとうございます。大輔さん、こんばんは、ありがとう。本ちゃんさん、ステッカーありがとう。くるみさん、2000円スパチャ、少しですが自由に使ってください、ありがとう。マムジーさん、皆様の何かしらのゲーム代にどうぞ1万円も、ありがとうございます。ジャスさん、こんばんは。頭取れるかな、取れませんでした、ごめん。ジャイアン100さん、生紙間に合った、ソロさん頑張って、ありがとう。ナザムさん、どうか頭が取れますように、ごめんなさい、取れませんでした。ボルシさん、2万円も、今月は控えめ、いやとても控えめではありません、ありがとうございます。ミエさん、いつも楽しい時間ありがとうございます、こちらこそありがとう。ゆきこ野口さん、ありがとうございます。ひろさん、ファイトです、スパチャありがとう。お魚さん、久しぶりに来れました、ありがとう。ちむみさんもスパチャありがとうございます。赤木葵さん、家賃の足しにどうぞ、少ないですがありがとうございます。 V06 さん、2400円もありがとうございます。生紙9月号配信ありがとうございます。アイクさんはお母さんですか。アイクさんはいろんな場所を、なんか割とアイクさんは記憶力がいいのか、場所の、物の場所を覚えてたりするみたいですね。新やびさん、あ、みやびさんかな、ありがとうございます。皆さんの何かしらのゲーム台、ゲーム機台の足しにしてください、ありがとうございます。柏ギャンズさん、ステッカーありがとうございます。大吉さん、あちゃみさんの声聞けて嬉しいです、スパチャありがとう。ちむみさん、2周年おめでとう、ありがとう。水松さんかな、生紙2周年おめでとうございます、いつも楽しみにしてます、6000円もありがとうございます。ゆいかさん、生紙2年記念、あとチャミンのショートヘア可愛い記念、ありがとうございます。のりたろうさん、チャミンのお酒代1万2000円もありがとうございます。続いてひまさくさん、生紙2周年おめでとうございます、ありがとう。ぬろはさんも、グダグダ感が赤みんなし、ありがとう。はんぺんさん、2周年おめでとうございます、素敵な日にお久しぶりチャミンの姿を見れて私も嬉しくなりました、ありがとうございます。こうせいずみさん、生紙2周年おめでとうございます、先週はかなり嬉しいです、ありがとう。赤紙の赤さん、こんばんは、チャミンがいるの嬉しい、ありがとうございます。あとはすみっこ暮らしさん、いつも楽しみに見させていただいております、赤紙の皆様お体に気をつけてください、ありがとうございます。2400円もありがとうございます。スケットさん、生ガミンクラフト心待ちにしてました、ありがとうございます、こちらこそありがとう。ミニサンタマイキーさん、6100円もありがとうございます、本文なし、ありがとうございます。りょうさんも本文なし、スパチャありがとうございます。ピオタカさん、生ガミン久々に来れました、ありがとうございます。レイさん、今来ました、遅れてしまった、いえいえ、ありがとうございます。暇なんですさん、1000円スパチャありがとうございます。黒根いやつきさん、ウィザースケルトンは剣を持って左利きのウィザースケルトンは激レアですよ、 0.3 で出る、本当？左利きのウィザースケルトンってクミさんのことじゃなくてどうなんでしょう。暇なんですさん、またセンスパチャありがとうございます。魔術師さん、610円スパチャありがとうございます。空一さん、調べてみたらゴールドシップと誕生日が同じだった、ありがとうございます。並木さん、迷子の友さんへ慰めスパチャありがとうございます。ポテトさん、かわいくみさんへの勢いスパチャありがとうございます。もこもこもこ合わせっけんさん、チャミンさん、おけが本当にお気をつけてくださいね、スパチャありがとうございます。マイと犬と時々猫さん、スパチャありがとうございます。ネムくんさんのステッカーもありがとうございます。リュウグさん、6100円もありがとうございます。全員集合生紙記念、ウィザスケの頭ゲットできますようにスパチャなんですが、ゲットできませんでした、ごめんなさい。ぬさん、スクショタイムありがとうございます、こちらこそありがとうございます。りなさん、初スパチャ失礼します、上目使いごちそうさまです、ありがとうございます。この後ね、ツイッターで撮ったスクショはあげるので、よければ使ってください。AZDA さん、スパチャありがとうございます。太郎さん、生紙2周年おめでとうございます、ありがとう。きのぶさんもお疲れ様でしたと、スパチャありがとうございます。みずみずさん、生紙2周年おめでとうございます、ありがとうございます。ライカさん、さんまかな、ありがとうございます。あ、クミさんの建築かな、ありがとうございます。本ちゃんさんと、キヨさん、ミッカさん、ゆめびさん、本文なしスパチャありがとうございます。モアバルドンさん、毎日見てます、ありがとう。ヨギリレイハさん、遅れました、こんばんは、ありがとうございます。
ちかさん、生紙お疲れ様でした。ありがとうございます。きよさん、お疲れ様でした。20年おめでとうございます。これからも応援します。ありがとう。バナナの謎はまだ謎の、ん？またこういうのが来た。バナナの謎はまだ謎なのだぞ。バナナの謎はまだ謎なのだぞ、さん。ステッカーありがとうございます。で、一度ここで、また、更新をします。サンマの話？内臓はうちの中学生の息子が大好き。サンマの内臓食べれないな。ツーな味ですね。サチさん、生紙2周年おめでとうございます。今日も楽しかったです。ありがとう。伊藤瑞穂さん、スパチャ、ありがとうございます。アプリゲームは特にやってないですね。もらいます。ありがとうございます。リーヌ2号さんもスパチャ、ありがとうございます。それでは、ここら辺で終わりたいと思います。8月は生紙クラフトできなかったんですが、また9月、10月とやっていきたいと思います。また見に来てください。それでは、たくさんの方、コメントありがとうございました。皆さん、バイバーイ、ありがとう。じゃあねーん。お母さん来た。落ちる。あ、来た。最後、ワトさんの顔のアップか。ワトさんいるし。よいしょ。はい。ワトさんの顔のアップで終わりましょう。お疲れ様でした、皆様。バイバイ。